こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は新三大中日確執トレードを紹介するぜ。以前、球団フロントとお揉めしてトレード放出された選手参戦をやったけど、今回はその中日編なのね。普通表立って首脳陣や球団と衝突して放出されるケースはないが、どういうわけか中日はそういう事例が多くってな。ちょっと閉鎖的な土地柄、自分の色に合わないものを排除する体質があるのかもね。その辺はデリケートな話題なのであまり深掘りしないで、早速野球の話をしていくぞ。新三大中日確執トレード、一つ目は1970年の江藤慎一のトレード放出だ。江藤選手はどんな選手だったの？江藤選手は通算2057安打を放って名球会入りしてるほどの大打者で、1964年、65年には2年連続で首位打者を獲得してるぜ。いわゆる安打製造機ってタイプの選手だったのね。いや、江藤選手は1959年に中日に入団して以来、11年連続で2桁本塁打を記録してて、61年からは9年連続で20本塁打以上を放つなど、かなり優秀な中距離打者だったんだ。十分な長打力を持った理想的な中軸打者だったんじゃない？ちなみに大貞治、長嶋茂雄が揃って現役だった1959年から1974年の16年間のセリーグにおいて、2年連続で打撃タイトルを獲得した ON 以外の選手はこの江藤選手だけなんだぜ。その二人がいる時代に一つでもタイトル取るだけですごいことなのに、連続でタイトルを獲得するなんて価値あるわね。王さんが55本塁打を記録した年に三冠王を阻止したことでも有名な選手だ。そんなチームの中心人物がどうして放出されることになったの？原因は当時の中日水原茂監督との確執が原因だったとされてるぜ。監督と不仲だったのね。実はこの水原監督は当時の球界最高峰の名将と言われた方で、巨人時代は11年間で8度の優勝、巨人退団後は当時低迷中だった東映フライヤーズをリーグ優勝に導いてるんだ。優勝請負人みたいな監督だったのね。1968年に中日はリーグ最下位に沈んでしまい、その立て直しを図るために1969年から水原監督が指揮を取ることになったんだ。当時の読売と中日新聞なんて今以上に犬猿の仲だったでしょうし、よく中日の監督を引き受けてくれたわね。そこが今回のトレードに関わってくるところなんだ。どういうこと？もともと中日球団内部では純潔主義の考えが強く、監督は生え抜きでという声が強かったそうなんだ。ただ時は巨人が9年連続日本一に輝く V9 時代、巨人が V4 を達成していた1967年に球団社長に就任した小山武雄氏は、今までの慣例を打ち破らなければ巨人は倒せないと思ったそうなんだ。おう、長嶋を筆頭に巨大戦力を誇ってた球団に対して、純潔主義とかこだわってちゃ勝てないもんね。そこで小山球団社長は当時の中部財界へのコネクションを活かして、愛知トヨタの山口昇社長、大同製鋼の石井健一郎社長、野村証券の増田健二専務取締役など、そうそうたる面々からのバックアップを得て、球団オーナーに水原監督翔平を承認させたんだ。担ぎ出されるような形での監督就任だったのね。多くの期待を受けて誕生した水原監督だったが、就任1年目の中日は59勝65敗6分で優勝した巨人とは14ゲームを離されての4位。全然歯が立ってないじゃない。惨敗した1969年オフに大騒動が起こるんだ。江藤選手が放出されちゃったってわけね。そういうことだ。実はケチのつけ始めはこの年のオールスターで江藤選手と水原監督の間で起きた衝突だったんだ。原因は何だったの？この年の中日はオールスターまでの成績は33勝31敗2分で、首位巨人ともわずか3ゲーム差と十分優勝を狙える位置につけてたんだ。後半戦次第では逆転優勝狙える好位置につけてたのね。ところが水原監督はオールスター休み中の間に解説者としてチームを離脱。当時は9日間オールスターブレイクがあったんだが、現役の監督がチームを離れてまで解説業を行うことを心よく思わない人も一定数いたんだ。チームがこれからって時に監督は別のお仕事してたなんて、士気が上がらないわよね。チームの中心人物だった江藤選手も公然と監督批判をしたんだが、ここから二人の関係は徐々におかしくなっていくんだ。実はオールスターでの揉め事の後に江藤選手は水原監督の前で土下座までして謝罪したそうなんだが、水原監督の気持ちは変わらなかったそうだぜ。選手が監督に土下座、そんな映画の中だけの話みたいなことが現実で起こってたのね。また、とある試合で中日はサヨナラエラーによって敗れたんだが、水原監督はミスをした選手を全選手の前で激しい調子で叱り飛ばしたんだ。いわゆる見せしめってやつね。これには選手たちからも不満の声が爆発して、選手たちの不満を代弁する形で伊藤選手は一人で監督室に乗り込んで直談判したそうだぜ。かなり男気がある選手だったのね。
そこでチームが団結して快進撃なんてのは漫画やドラマではある展開だけど、残念ながらそうはならなかったな。水原監督は全選手の前で、実は昨夜、江藤が私の前にやってきて反抗的な態度を取った。監督として反抗する者を許すことはできない、と、江藤選手の態度を反発とみなしたんだ。団結するどころか空中分解しそうな勢いじゃない。完全に亀裂が入ってしまった二人の関係は修復不可能で、シーズン終盤は江藤選手がスタメンを外れる機会も多かったんだ。成績が単純に悪かったとかじゃなくて、やや成績落としてたとはいえ、この年はチーム2番目の25本塁打、OPS863 を記録してオールスターにも選出されてた選手だからな。普通に実力だけで考えたらスタメン外れるような成績じゃないわね。ある日の試合では代打陣が底をついて、ブルペン捕手を兼任していた選手を代打に送ったんだが、その時ベンチにはまだ江藤選手がいたんだ。反抗する者は一切許さない感じなのね。一応水原監督は、江藤がいなくても勝てるんだという気持ちをナインに植え付ける、と説明したが、二人の関係が最悪の状態だったことはもはや誰もが知るところになったんだ。結局シーズン終了後に水原監督は親会社に、チームをまとめるため、江藤を放出したい、と申し入れて、球団も了承。そこで球団も同意しちゃうってひどくない?前述の通り、水原監督は3個の例で招聘した大物だったので、球団も水原監督の意向を最優先したんだ。おまけに当時は今以上に選手よりも監督の立場が上だったからな。フロント肝入りの監督の考えを止められる人は誰もいなかったのね。江藤放出が報道されると、巨人、広島、ロッテ、西鉄、アトムズと多くの球団が次々に獲得に乗り出したんだ。まあ、監督と対立しただけで、他に働き口はたくさんあるわけだから最悪の事態は免れたわね。ところがこの騒動はここからもう一波乱起きるんだ。何があったのよ。江藤選手本人が、中日の江藤で終わりたいので、この際綺麗に引退したい、と表明し任意引退してしまったんだ。まだ32歳でリーグトップクラスのスラッガーが引退だなんて、江藤選手はかなり男気溢れてて、かつチーム愛もあった選手だったみたいだから、他球団でプレーすることを受け入れなかったそうなんだ。トレード決定後には水原監督の自邸まで訪問して中日残留を直訴したが、引き入れてもらえなかったそうなんだ。悲しい話ね。そんな江藤選手に救いの手を差し伸べてくれたのが、1970年にロッテの監督に就任した能仁航氏。実は日鉄二瀬、中日の監督時代に江藤選手と同じチームで戦っており、江藤選手にとって恩師と言える方だったんだ。前に、西武のしくじり自由契約の時にも似たようなケースがあったわよね。多くのファンや球界関係者から引退を惜しむ声があったことで、江藤選手は1970年3月1日に現役復帰を宣言。同年6月4日に形式上は中日川端和人投手との交換トレードという形で、ロッテに移籍することになったんだ。川端投手はどんな選手だったの?前年ロッテでは年間3勝で、通算でも4勝のほとんど実績がなかった選手だぜ。選手の格としては全然釣り合ってないじゃない。一応川端投手はもともとドラフト2位の有望株で、この時まだ22歳と若かったので、若返りを図った戦略的なトレードと言えなくもないが、実態は厄介払いのニュアンスが強いだろうな。移籍後の江藤選手はどうだったの?シーズン途中からの復帰となったロッテ1年目は72試合に出場して11本塁打、OPS950 の好成績をマーク。2年目は開幕から4番として起用されると、序盤から打ちまくり、打率3割3分7厘、25本塁打、93打点、OPS963 の大活躍を見せたんだ。衰え知らずの好成績を残してるじゃない。この年江藤選手は自身3度目の首位打者を獲得し、史上初のセパ両リーグでの首位打者獲得となったんだ。確か内川聖一選手も記録してるわよね。2021年時点でも江藤、内川の2名しか達成していないようだ。そんな偉業を達成した試合の翌日、江藤選手は再びトレード放出されることが決定したぜ。首位打者を獲得した4番がどうして放出されちゃうのよ?実はシーズン途中に試合中のスイングの判定をめぐって、江藤選手と能仁監督が審判に激しく抗議。能仁監督は怒って選手をベンチに引き上げさせて、審判団から放棄試合が宣告されてしまい、ロッテはルール条例耐久で敗れたんだ。そんな珍しいことが起こってたのね。この一件で能仁監督は二軍監督に降格し、シーズン終了後には退任。新たに就任した大沢啓二が守備走塁を重んじる監督だったこともあり、大洋ホエールズに放出されることになったんだ。なんだか数奇な運命を辿った選手だったのね。話がかなり長くなってきたので省略するが、その後も太平洋クラブライオンズ、ロッテに再復帰するなど、ルローのスラッガーとして活躍した江藤選手は、史上初となる全球団からの本塁打を記録するなど、
当時は珍しかった記録を次々達成してるんだ。断固中日一筋を貫こうとした選手が、さすらいの助っ人みたいになるなんて、面白い話ね。新三大中日確執トレード、二つ目は1985年の中日田尾康と西武杉本忠、大石智義のトレードだ。ここまで結構お腹いっぱいよ。野球から少し離れた政治的な話もあったもんな。ただこれから話す田尾選手の放出劇も、中日らしいお家騒動が絡んだトレードなんだ。また監督と揉めたの？いや、今回はフロントとの対立劇だな。何かと揉めがちな球団なのね。そもそもこの田尾選手はどんな選手だったの？田尾選手は1975年に同志社大学からドラフト1位で中日に入団。1年目から新人王に輝くと、3年目には外野のレギュラーに定着し、6年目に初の打率3割をマーク。1982年には打率3割5分のハイアベレージを記録して最多安打を獲得すると、そこから3年連続で最多安打のタイトルを獲得してるぜ。めちゃくちゃ優秀なアベレージヒッターじゃない。トレードが決まるまでに5度のオールスターと3度のベストナインに選出されるほどのリーグを代表する外野手で、放出が決まる前年の1984年も打率3割1分、20本塁打、OPS854 をマークしてるぜ。年齢もまだまだ30歳と若くて、実力だけを考えたら放出される理由が見当たらないじゃない。田尾選手は選手会長を務めるリーダー的な存在だったが、その歯に気抜きせぬ言動でたびたびフロントに意見を言って衝突してたそうなんだ。どんなことを言って衝突してたのよ？内容は様々で、自身の年俸に関することのみならず、選手専用駐車場の設営やボーナス支給など、選手の環境待遇の改善を訴えてたそうなんだ。言ってることはかなり現代的だけど、当時の日本社会や球界の慣習を考えると上層部からは嫌われるタイプの人間だよね。トレードされた年の中日は広島と激しく優勝を争ってて、田尾選手は優勝した場合の年俸アップを球団に打診したそうなんだが、球団からは色良い返事は得られなかったそうなんだ。なんか落合政権最終イヤーの時も優勝争い中に解任発表で水を差してたわよね。結果この年の中日は優勝を逃したが、田尾選手は、希望通り2位になりましたよ、とフロントに発言してしまったそうなんだ。しっかり発言もするけど、負けん気が強すぎて言い過ぎちゃう側面もあったみたいね。この時の契約公開で田尾選手は、一度目にチームが提示した4500万円からあっさり300万円アップして4800万円になったんだ。あれ？意外にも年俸アップ交渉成功してるじゃない。ちなみにこの時の球界全体のトップが広島山本浩二の8500万円で、田尾選手の年俸は球界全体10位に相当する高額年俸だったんだぜ。なんだ、ちゃんと言えば聞いてくれる球団だったんじゃない。どうもこの年俸アップには西武移籍がほぼ決定してたことから、移籍先の西武が払う算段のもと決まったことだったみたいだぜ。どうせ揉めるくらいならあっさり要求飲んで厄介払いしちゃえってこと？なんてひどい話なの。そうとは知らずに1985年のシーズンに備えてた田尾選手だったが、キャンプイン直前の1985年1月24日に、西武移籍内定の報道が出たんだ。キャンプイン直前に、田尾放出話は毎年オフにたびたび出ることだからと、特に田尾選手は気にしておらず、10時頃に合同自主トレに参加するために球場入り、そこで鈴木球団代表にことの真偽を確認したところ、田尾くん、今朝の遺跡内定のスクープ記事はね、根も葉もない単なる噂だから心配しないでくれ、と言われたそうなんだ。あれ？じゃあこの時点ではトレードは決まってなかったってこと？いや、そのわずか3時間後に練習中の田尾選手は球場監督室に呼び出されたんだ。この時田尾選手は正式にトレード話はないと通達されるのかと思ってたそうだが、鈴木球団代表の口からは、西武とのトレードが決まったから、言ってくれたまえ、と告げられたそうなんだ。え？待って、さっきトレードはないって言ってた人から同じ日にトレードを通告されたの？これにはさすがの田尾選手もショックを受けたみたいで、トレード後の会見では、やっぱり中日という気持ちが強かったですからね。ユニフォームが変わって頑張ろうとは、今のところ思えない。切り替えにはもう少しかかると思う、と涙を浮かべながら語ったそうなんだ。生え抜きドラ1選手会長で、前年も好成績を残してた自分がまさかトレードなんて思ってなかったでしょうね。当時は今以上にトレードに対するイメージが良くなかったから、必要とされなかったと受け取る選手も多かったからな。移籍拒否し、の時もトレード絡みで大騒動になってた事例を紹介したもんね。この田尾トレードにはファンから抗議の電話が殺到。親会社の中日新聞社にも1000本を超える電話が入り、不買運動も起きたそうだぜ。それは看板選手放出ともなれば、そんなことになるわよね。
前述の江藤選手や、移籍拒否し、の藤浪選手の時もそうだが中日ファンは生え抜き選手の移籍をかなり否定的に捉えてる説があるからな。閉鎖的な土地柄の分、受け入れた人に対しては熱狂的になる傾向があるのね。そもそもこのトレードは戦略的にはどうだったの？表向きの理由は主砲の田淵幸一が引退して強打のスター選手が欲しかった西武と、先発左腕と2番手捕手を欲してた中日との思惑が合致したためと言われてるぜ。一応戦略的な理由はあったのね。中日が獲得した杉本投手は1986-87年に2年連続で2桁勝利を記録して、2年連続でオールスターにも選出。移籍後5年間で39勝を挙げるなど、左の先発としてチームに大きく貢献したんだ。中日としてはうるさ型をコストカットも兼ねて放出しつつ、先発の強化に成功したなら大成功のトレードじゃない。一方の田尾選手は西武移籍後は2年連続で打率2割6分台と低迷。OPS も753、702と下降していくなど、中日時代のような活躍はできなかったんだ。結果的には中日がうまく見切りに成功したって感じね。また移籍先の西武では森監督と意見が合わずに対立してしまい、移籍2年目は106試合でわずか341打席とベンチを温める場面も多かったんだ。歯に気抜きせぬタイプは実力がある時はいいけど、調子を落とすと厳しい立場に追い込まれがちよね。その後球団にトレードを直訴して、1987年には阪神へ移籍。移籍先の阪神でも村山実監督と対立してしまい、二軍暮らしが長くなるなど、行く先々で確執や対立が生まれた選手なんだ。当然選手にも言い分があるでしょうけど、相手も人なんだからうまく考えを伝える術を持ってないと。ただ自分の意見を伝えるだけじゃ、時に身を滅ぼすことにもつながりかねないから難しいところね。新三大中日確執トレード、三つ目は1987年の平野健のトレード放出だ。田尾選手放出から2年後にまた確執があったの？どんだけ圧力が生まれやすい球団なのよ。まあ、この当時は自分の意見は曲げないっていう鼻っ柱の強い選手が多かったからな。今の選手は聞き分けの多い選手も多いし、頭ごなしに選手を叱りつける指導者も少しは減ってきてるしね。戦う顔かどうかをチェックされたりするけどな。話を戻そう。平野選手は外野守備の名手として活躍した選手で、中日時代は3度のゴールデングラブ賞を獲得。一方攻撃面では俊足高打のスイッチヒッターとして鳴らし、1985年には打率3割をマーク。86年には48盗塁で盗塁王を獲得したり、2度の最多犠打を記録するなど、攻撃面での貢献度も高い選手だったんだ。聞いてると苦労と好みの三拍子揃ったバイプレイヤーって感じね。チーム野手最高年俸選手だった平野選手の中日での立場が危うくなったのが1987年。この年は左ふくらはぎとアキレス腱を痛めてキャンプの調整から出遅れ、さらに4月の試合中に支給を受けて右手小指の付け根を亀裂骨折して登録抹消されるなど、出だしから不運が続いてたんだ。なんだか悪い流れが来てるわね。またこの年就任した星野仙一監督と確執があったともされ、野球観や練習方法をめぐり対立してたとも噂されてるぜ。自身は故障続きで、かつ新監督とは馬が合わないなんて最悪じゃない。二人の関係性に完全に亀裂が入ったのが7月21日の巨人戦。センターを守ってた平野選手とショートの宇野勝選手が、お見合いするような形でポテンヒットを許したことに星野監督が激怒。平野選手としてはかなり深く守ってたことと、宇野選手が手を挙げたために譲ったにもかかわらず自身のせいにされたことに納得しなかったそうなんだ。そこで行き違いが生まれてしまったのね。お前の範囲だろと叱責されながらも、内心俺だけの責任じゃないしと思ってたそうだぜ。あの当時の血気盛んな星野監督にひるまなかったのもすごいと思うが、結局その試合以降平野選手はレギュラーを剥奪。前年まで2年連続全試合出場で、5年連続規定打席に到達していた不動のレギュラーから一転し、わずか90試合で、344打席の出場に止まるなど、一軍定着後ワーストの成績に終わったんだ。かなり立場が怪しくなっちゃったのね。結局周期キャンプ中の11月18日に星野からトレードを告げられ、小野和幸との交換トレードで西武ライオンズに移籍することになったんだ。やはりトレードの原因は星野監督との確執だったの。後年石毛博道さんの YouTube チャンネルに出演された際は、否定も肯定もしない感じだったから。おそらく何かしらのわだかまりはあったって感じだったのね。星野監督からは戦力構想から外れたと言われたそうで、ただこのまま飼い殺しはしたくないので、新しい働き口を紹介すると告げられたそうだぜ。不満分子の高額年俸選手を抱えるくらいなら、トレードのチップになるうちに放出した方がいいもんね。
結果的にこのトレードはプロ野球史でもなかなかのウィンウィントレードになったんだ。平野選手は西武移籍1年目に全試合に出場して、打率3割3厘、7本塁打18盗塁に、リーグ最多の41犠打の活躍。2年ぶりのゴールデングラブ賞に自身初のベスト9獲得と再生を果たしたんだ。西武野球の理想の2番打者って感じの成績ね。西武移籍後は6度のゴールデングラブ賞に、5度の最多犠打など渋い働きで、4度の日本一を経験。最高年俸は1億円に到達するなど、第2の春を謳歌したんだぜ。結果的にはトレード放出が自身のキャリアをさらに充実させることになったのね。もともとは西武の森監督が積極的に平野選手を欲しがったとも言われてて、トレードで環境を変える意味が大きく出た形だな。交換相手の小野投手はどうだったの？小野投手は移籍1年目にいきなり18勝4敗、防御率 2.60 の活躍で最多勝、最高勝率、ベスト9を獲得したんだ。なんかいきなりとんでもない活躍してるじゃない。もともとすごい投手だったの？西武時代の年間自己最多が6勝で、移籍前年も4勝11敗とそれほど目立った活躍があった投手じゃないぜ。そんな投手がトレード移籍1年目にリーグ最高投手になるなんて、本当に環境を変えるって大事なのね。大活躍した翌年以降はほとんど活躍できずにやや一発やな面もあったが、トレードとしては成功の部類に入るだろうな。今回はファンを大激怒させた平成の中日首脳陣しくじりエピソードを3つ紹介していくぜ。平成だけで3つもあるの？以前、新三大中日確執トレードも動画にしたけど、中日の首脳陣やフロントって色々とやらかしすぎじゃない。他球団と比較すると、ちょっと首脳陣の悪目立ちが過ぎる球団かもな。しかも今回はエピソードが多くて、惜しくも潜在だった4つ目のエピソードもあるくらいだし。そんなにやらかしが多いなんて。新三大平成中日首脳陣しくじりし、一つ目は2008年の通称シネヤナギ事件だ。いきなり過激なタイトルの不祥事ね。どんな事件だったの？2008年4月23日。この日は中日対ソフトバンクの2軍戦が行われたんだが、4回に中日が無失満塁のチャンスを作った時に起きたんだ。試合中に発生した事件だったのね。この絶好期で打席に立った堂上武洋選手だったが、あえなく空振り三振。これに対して当時の中日二軍打撃コーチであった高柳秀樹が、激怒して堂上選手を猛烈に説教。その過程で、ここで出塁できないようならば、死ね、との暴言を吐いたそうなんだ。その前後の過程や二人の人間関係を知らないからなんとも言えないけど、相手に死ねなんて発言するのは良くないわね。これを見ていた中日の森岡良介選手が激高し、僕らだって一生懸命にやっているんですよ。それを選手に向かって死ねなんてひどくないですか、と。高柳コーチに食ってかかったんだ。すごい男気のある選手ね。チームメイトのためとはいえ、コーチに意見をするなんて。これに対して高柳コーチは、なんだと、それが目上に対して言うことか、と、二人は睨み合う事態に発展。この日は観客も入ってたんだが、相手ベンチも含めてグラウンドが凍りついたそうだぜ。学生スポーツなんかでも指導者がブチギレて、シーンってなることあるけど、まさかそれがプロ野球の世界で起こってたなんてね。まあ、でも試合中の出来事でお互い熱くなってたんでしょうし、一夜明ければ丸く収まりそうにも思えるわ。ところがこの話は森岡選手だけが一方的に非があることになるんだ。え？どういうこと？この事件の翌朝、二軍でミーティングが行われたんだが、そこで当時の辻初彦二軍監督が訓示を発表。その内容は、社会人として暴言を吐くことはあってはならないこと。これが会社ならクビだ。上司に逆らうようなことは何があっても許されない、と。高柳コーチは何のお咎めもなく、森岡選手だけを責める内容だったんだ。上司の命令は絶対、って部分がかなり闇深いわね。確かに暴言を吐くことはあってはならないけど、先に暴言を吐いたのは高柳コーチの方だし。この違和感しかない訓示だけでなく、森岡選手には練習参加も許されない1週間の謹慎処分が課されたんだ。待って、試合中にトラブル起こしたってことで喧嘩要請罪ならわかるけど、高柳コーチは処分なかったの？ああ。これには選手間で不満があったようで、森岡選手にだけ処分が下されたことを心よく思ってない選手もいたみたいだ。もともと森岡選手が素行不良だったから、この騒動をきっかけにお灸を据えたみたいな感じかしら？実際の森岡選手の人となりは外野からはわからないが、とある選手からは、あのおとなしい森岡が上に対してそんなことを言うなんて、これまで相当、我慢してきたんだろう、との見方も出てたんだ。なんか闇深いエピソードね。どうやら高柳コーチは口が悪いことで知られてて、この騒動以前にも選手を傷つける発言がたびたびあったそうなんだ。前時代的な指導者だったのね。それまでの蓄積された不満が一気に噴出したってのが、森岡選手が抗議した要因の一つだったみたいだな。
こんな事件が起こったら森岡選手は居づらくなりそうだけど、その後どうなったの？この年のオフに中日を戦力外になってるぜ。そんな、やっぱり騒動が影響してるのかしら？どうだろうな。森岡選手は中日入団後のプロ6年間で1軍出場はわずか39試合で、8安打と確かに実績は乏しかった。ただ当時の中日は二遊間のレギュラー井端弘和が33歳、荒木正弘が31歳とベテランの領域に突入してた上に、主力がかなり高齢化してたんだ。世代交代が必要な時期だったのね。おまけに森岡選手は期待のドラフト1位選手で、事件が起こる前年には2軍で打率3割1分6厘、6本塁打で最高出塁率を獲得したホープでもあったんだ。チーム状況にかなりフィットした必要な人材じゃない。その森岡選手がクビになって、高柳コーチは翌年も留任したことで、ファンの間ではかなり物議を醸すことになったんだ。結果的には辻二軍監督が示した通り、首脳陣に歯向かう選手がクビ切られたって、なんだか納得いかないわね。森岡選手はその後ヤクルトと契約し、ヤクルト時代は貴重なバイプレイヤーとして活躍。2012年から2014年まで3年連続100試合出場を果たし、2014年からは選手会長も務めたんだ。思い描いたプロ野球人生じゃなかったかもしれないけど、新天地で信頼を勝ち取って、働き場も得られてよかったわね。森岡選手は2018年からヤクルトのコーチ職を歴任。2020年のヤクルト対広島戦で死球をめぐる舌下事件が勃発したんだが、その時森岡コーチは選手を守るためにベンチを飛び出して広島サイドに詰め寄るなど、熱い男気を見せたんだ。普通に13歳の時にあんな事件があったら、もうおとなしくしておこうとか思ってもおかしくないけど、もともとのリーダーシップというか、正義感が強くて、黙ってはいられないタイプなんでしょうね。こういう仲間や部下のためなら、上司や年上に対してもきちんと抗議できる人ってのは本当に貴重な人材だよな。なかなかそんな人はどこの職場や組織にもいないもんだけどね。新三大平成中日首脳陣しくじりし、二つ目は2019年のお前騒動だ。お前なんて不適切なフレーズを使うのは良くないわ。霊夢、お前さてはこの騒動についてよく知ってるな。そういうあなたもわざと今お前ってフレーズ使ったでしょう。よくわかってない方に向けて、この騒動について解説していこう。2019年7月1日、中日ドラゴンズの公式応援団が突如声明を発表。内容は、当団体で使用しているサウスポーについて、チームより不適切なフレーズがあるというご指摘を受けました。この件について球団と協議した結果、当面の間サウスポーの使用は自粛させていただくこととなりました。最初発表された時は何か応援歌内に過激なフレーズや、相手を誹謗中傷するワードがあるのかと思ったよね。ところがサウスポーの歌詞内には野球の応援歌でよく使われるフレーズしかなく、当初はピンクレディーの原曲を用いたタイトルに問題があるのではと憶測が流れたんだ。最近はコンプラだなんだで、すぐに目くじらを立てる人もいるから、どっかの外部からクレームが出たのかと思ったわ。ところがこの応援歌に異を唱えたのは、他ならぬ中日の与田剛監督だったんだ。しかも内容が歌詞の中にある、お前、という言葉を子供たちが歌うのは、教育上良くないのではないかって指摘で、ずっこけちゃったわ。与田監督曰く、僕が単純にお前ではなくて、名前にしてもらえませんか？と言ったのが発端。サウスポーをやめろとは言っていない、と弁明。本人は大事になるとは思ってなかったみたいで、知らないところでどんどん話が膨らんでいって、悪い方向になる。それは寂しく思います、とコメントしてるぜ。特に強い思いがあって進言したってわけではなかったのね。また当時の白井文豪オーナーも、お前は不愉快になる言葉、と与田監督を擁護したことで、火に油を注ぐ事態になったんだ。仲裁に入るべきトップが与田監督を擁護しちゃったら、余計ファンの反発を買っちゃうわよね。この事件が炎上した理由として挙げられるのは、まずこのサウスポーという応援歌がファンの間で人気だったことだな。応援歌って気にしない人は全く気にしないけど、外野応援席で熱烈に応援してる人にとってはかなり思い入れが強いものだもんね。そこがポイントで、かなり熱量があるファンの楽しみや作り上げてきた思いを踏みにじってしまったことで、騒ぎが大きくなってしまったんだ。炎上って、少数だが声の大きい人々、いわゆるノイジーマイノリティによってつけられたものが多いもんね。加えて与田監督が、僕個人だけではなく、他球団にもそういう意見がある。野球界全体で、言われる側が、お前より名前、というのはある、と発言したことが火に油を注ぐ事態になったんだ。スパッとごめんなさい、謝罪しておけばよかったのに、いろいろと釈明したのが大きな火種になった感じよね。中日の現役選手は、別に構わない、と発言し、球団 OB の高木森道氏らも、気にしたことがない、とバッサリ。応援歌にお前が含まれる巨人坂本隼人も特に何も思ってないと発言し、野球ファンの間では与田監督への風当たりが強くなったんだ。確
確かに日常会話でお前なんて言われたら違和感あるけど、お前が必要なんだ、とか、くどき文句ではよくあるフレーズだしね。実はこの年のオフの契約更改で、FA 権行使の可能性があった中日大島洋平選手に対して与田監督が、お前が必要だ、と電話で引き止めを受けていたことも明かされたんだ。何よ、自分でもここぞの場面で使ってるじゃない。子供の教育には関係ないからセーフってことなんだろうな。結局この応援歌は2020年から何事もなく使用されることになり、特に与田監督や球団上層部からは何も抗議はなかったんだ。当時は連日全国のワイドショーで特集されるくらいの騒動になったけど、改めて振り返ると何だったのってくらい平和な炎上史だったわね。まあ、炎上騒動なんて大抵はほとんどの人に実害がないことだからな。ただ、この話の教訓としては人が大事にしてることに対して、安易に首を突っ込まない方がいいってことだな。言った本人には大したことじゃなくても、言われた側には大事ってことは実生活でも往々にしてあるもんね。新三大平成中日首脳陣しくじりし、三つ目は2019年オフの早く FA を取ってください事件だ。また2019年、一年間に複数回も騒動を起こしちゃってるじゃない。今度は契約更改での加藤球団代表の出現とも取れる発言が物議を醸したんだぜ。どうしてこんなに騒動が起こっちゃうのよ。この年の中日は球団記録を更新する7年連続 B クラスが確定するなど、ファンの不満が最高潮に達してたこともあって、球団への不信感が募ってた時期でもあるからな。ちょっとのことでもファンの逆鱗に触れやすい状況だったのね。事件を振り返っていこう。この年の契約更改で祖父江大輔投手はダウンテージを受けたため、これを保有。40分間を超える交渉があったものの、考え方の差を埋めることができず、祖父江投手は用意されてた記者会見場にすら姿を現さなかったんだ。怒りの保有、って感じだったのかしら。どちらかというと悲痛な表情だったって感じらしいぜ。何せ2019年は44試合に登板して、防御率 3.11 で3勝4敗3ホールドとまずまずの成績だったにもかかわらず、推定年俸2900万円からダウンテージを受けたんだからな。大幅アップしろ。ってほどの好成績ではないけど、ダウンテージを受けるような成績ではないわよね。祖父江投手は勝ちパターンでの起用はほとんどなく、主にビハインド場面での登板が多かったことも、渋さ系の要因の一つだったと推察されるぜ。確かにそこを疲れるとちょっと痛いわね。ただ祖父江投手は入団以降の6年間で通算263試合に登板しており、年間平均にすると約43試合。この間の年間最低登板試合は33試合と、毎年のように安定した成績を残したにもかかわらず、ダウン査定だったんだ。断念では大きなインパクトのある成績でないけど、継続性の点では十分な交渉材料を持ってたってことね。ああ、祖父江投手自身も継続的な登板数を評価してほしいと訴えてたそうだぜ。そもそもベースの金額も低い気がするし、ダウン査定受けるような成績でもないしって感じね。ところが中日の考えは違ったんだ。加藤球団代表は、評価はするが、反映ポイントにない。継続的な登板数を評価してほしいなら、早く FA を取ってくださいというのがこちらの主張、と発言。何よそれ、血も涙もないような発言じゃない。頑張った選手に対して、だったら FA 取って出ていけみたいな言い方するなんて。しかも、考え方が堂々巡りになるので、こちらから打ち切った、と、球団側が保有を提案してたようで、その突き放すような態度も、ファンの反感を買ったんだ。雇用主が雇用者の足元を見てる感じがして、他人事とは思えない人が多かったのかもしれないわね。ちなみに先ほどの与田監督のお前騒動と絡ませて、祖父江投手の登板時に流れる、空船、という曲の歌詞に、お前、という部分があるから、下げられたのでは？ってネタも生まれてたな。はい、不適切なジョーク。中日の言い分としては、祖父江投手が前年から成績を下げてたのでダウンテージだったらしいぜ。プロ野球の契約更改では積み上げ評価か、断念評価かで揉めがちなとこではあるしね。この件がより世間の注目を集めるようになった要因の一つが、ダルビッシュ有投手の発言。ダルビッシュ投手は自身のツイッターで、昨年の現状維持もやばいけど、今年のダウンもかなりやばい。推定やから細かくはわからんけど6年263試合で防御率 3.08 で2900万って、評価基準を知りたい。と疑問を投げかけたんだ。契約更改の実情を知ってる大物現役選手が発言したことで、やっぱり中日の査定はおかしいんだって確信した人が増えていったもんね。敗戦処理であれ年平均40試合強を6年やから5000万ぐらいはあっても全然おかしくない、と、具体的な妥当額も発言しちゃったしな。まあ、でも感覚的には他球団なら5000万円くらいはもらってそうな実績はあるわよね。この後事態はさらにややこしくなっていくんだ。
中日スポーツが祖父江の推定年俸が2900万ではなく3500万だったと推定年俸を情報修正。その後東京スポーツが推定4000万ではないかと修正したことで、外野から見てると査定の妥当感がよくわからなくなったんだ。確かに年俸4000万円でさっきの成績なら、年俸を微減する球団があってもおかしくないもんね。この報道に対して、ダルビッシュ投手は、自分のツイート後に訂正したのでは？と中日球団を挑発するような発言をし、野球ファンの関心を大きく集める騒動に発展していったんだ。祖父江投手としてはちょっとありがた迷惑なところもありそうね。実際加藤球団代表が交渉の詳細をペラペラマスコミに漏らす一方で、祖父江投手は特に不満を言ってないからな。あくまで球団との考え方をすり合わせただけで、本人と球団が対立したってわけでもなかったしね。先ほどのお前騒動といい、近年は良くも悪くも SNS の影響で、外野が騒ぎ立ててことが大きくなるってこともあるからな。結局祖父江投手は2度目の交渉で、100万円ダウンの3500万円でサイン。自分も家族があるので、周りの方に言われることではありません、と、加熱した報道に対して鋭い牽制球を送ったんだ。やっぱりありがた迷惑だったんじゃない？自分がごねてるみたいな変な心象つくのも嫌だし、球団との関係を悪くしたくないだろうからな。変な形でクローズアップされるのは嫌だったでしょうね。そんな祖父江投手は2020年に54試合に登板して防御率 1.79、28ホールドを獲得して、自身初の最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得したんだ。実力で自分の価値を証明するなんてかっこいいじゃない。この活躍が認められた祖父江投手はオフに年俸倍増となる7000万円で契約更改。翌2021年も自己最多の55試合に登板して、防御率 2.59 の好成績を残し、国内 FA 権も取得したんだ。言われた通り FA 権を早く取得したんじゃない。その結果、年俸1億円プラス出来高払いの複数年契約を結んでるぜ。男は黙ってお見事に体現してるわね。中日も出そうと思えばお金を出せるんじゃない。いや、実は2020年の中日は正捕手木下拓也、先発で8勝の福谷浩二、最優秀中継ぎタイトル獲得の福広人が相次いで契約を保有。主力選手ばかり保有してるじゃない。一体何があったのよ。詳細はわからないが、契約更改の場で不適切な言動があったそうなんだ。不適切？実は11月28日付で日本プロ野球選手会が、中日ドラゴンズ球団代表の言動に関する抗議文を送付し、報道各社に公表したんだ。なんだか話が大事になってるじゃない。内容は、中日球団代表による所属選手に対する査定方法の事前説明が2点3点したり、不十分な点がありました。また、所属選手との契約更改交渉後に、同代表が、メディアに対して、一方的に所属選手が年俸金額で揉めているかの印象を与える発言をするなど、選手と球団の信頼関係を維持できない状況が発生しています。文面を見る限りただごとじゃないって感じね。てかまた加藤球団代表がやらかしたの？具体的にどういう発言があったかはわからないが、保有した副投手曰く、査定基準に不透明な部分があった、そうだぜ。何かもやっとするポイントがあったのね。この年は流行り病の影響で、球団運営が赤字だった上に、短縮シーズンもあったことで厳しい査定になったようなんだ。ただ副投手は、このようなイレギュラーのシーズンでどのくらいコロナの影響があったのか、コロナがなければの査定基準もしっかり知りたかった、と発言。説明が不十分だったにもかかわらず、自分たちが年俸で揉めてるみたいには思われたくないもんね。加藤代表は、他球団は他球団。ドラゴンズはドラゴンズ。変更するとドラゴンズの査定が間違っていたことになる、と、またも突き放すような発言をしてて、選手と対立してしまってるんだ。前年の祖父江投手の時に学ばなかったのかしら。選手側の言い分ばかり聞くものじゃないけど、いろんな選手と揉めたり、物議を醸す発言多いからな。対人の交渉においてはもう少し配慮があってもいいのでは？と個人的に思わされることも多々あるな。今回は中日が FA で獲得した選手の中で、加入後の貢献度ワースト3を紹介するぜ。中日って FA に積極的なイメージはないけど、獲得した選手は結構しっかり働くイメージがあるわ。確かに谷重元信、武田和弘、和田和弘と、要所要所でベテランを獲得して戦力強化に成功してきた歴史はある球団だな。ただ時に大失敗してしまうこともあって、中にはプロ野球の FA 史上最低の失敗大型契約を結んだこともあるんだ。え？プロ野球史上最低？そんなしくじりがあったなんて気になるわ。早速紹介していくとするか。新三大中日 FA 失敗し、一つ目は1994年の金村義明内野手だ。金村さんって、あの解説者でおなじみの金村さん？そうだぜ。
コテコテの関西人って感じで、近鉄の印象が強いけど、中日に FA 移籍してたのね。この金村さんは中日の球団史上初の FA 獲得選手なんだぜ。阪神失敗 FA 誌で解説してくれたけど、前年にセカンドキャリアまで保証した石峰選手を取り逃したもんね。その話は忘れてやってくれ。何よ、あなたが意気揚々と解説してくれたのに。話を金村選手に戻そう。金村選手は1981年にドラフト1位で近鉄に入団。夏の甲子園優勝投手ではあったが、プロ入り後は打撃を生かして内野手に転向すると、プロ5年目の1986年に三塁手のレギュラーに定着。全130試合に出場して、23本塁打、67打点、OPS848 の活躍を見せたんだ。大卒1年目の年齢で、それだけの数字を残せたら立派な有望株の選手ね。結果的にはこの年がキャリアハイの成績となってしまったが、近鉄時代の13年間で3度の全試合出場、6度の2桁本塁打、本塁打127、オールスター選出1回と、準主力選手として長く活躍したんだ。時代を代表する選手ってほどではないけど、環境を変えればまだまだ働きどころはありそうなキャリアを送ってたのね。ああ、実際 FA した1994年は80試合で279打席と出場機会は少なかったが、打率2割9分9厘、8本塁打、OPS797 の好成績を残してたからな。結構いい成績じゃない。どうしてもっと使ってもらえなかったの？もしかして故障？この時期の近鉄は後に主力打者となる21歳の中村則弘選手が台頭しつつあって、同じポジションの金村選手の序列は徐々に下がってたんだ。21歳の若手大砲候補と、成績伸び悩んでる31歳を天秤にかけたら、中村選手を使ってみようって気にはなるわね。加えて当時の鈴木啓史監督との不仲や、待遇への不満を抱えてたこともあって、FA を決意したそうだぜ。いろいろ大人の事情も絡んでたってわけね。でも、こういう選手こそもっと必要とされる球団に移籍して、レギュラーを狙うべきよね。起用法によってはもっと貢献度を高められそうだからな。そもそも FA はバリバリの主力選手だけに与えられる特権ではないし。それで移籍したのが中日だったのね。ああ。当時の中日の三塁手事情はというと、33歳の二村徹選手がメインで起用されてたんだが、この年は4本塁打、OPS656 と攻撃力不足だったんだ。まさに金村選手はうってつけの人材じゃない。この金村選手に目をつけたのが、翌1995年から就任が決まってた星野仙一氏だったんだ。出たわね。プロ野球史に残る敏腕全権監督。星野さんは金村選手と水面下で交渉して、年俸1億円の3年契約という破格の条件で合意してたんだ。年俸1億円ってすごいじゃない。確か巨人ですら最初の1億円プレイヤーが誕生したのは93年の原辰徳と、駒田則人だったのよね。よく覚えてたな。94年の金村選手の年俸が5200万円だったことも考えると、かなりの好待遇だったんだ。それは意気揚々と中日移籍しちゃうわよね。と、金村選手もそのつもりだったが、1994年の中日は5月終了時点で首位巨人と 10.5 ゲーム差つけられるほどの絶望的な状況から一転、シーズン終盤に怒涛の追い上げを見せて、最後は勝った方が優勝という伝説の 10.8 決戦までもつれ込むほどの快進撃があったことで、高木森道監督が続投することになったんだ。あれ？それじゃ星野さんと話がついてた金村さんはどうなるのよ？さすがに決まってた話だったこともあり、中日は予定通り金村選手を FA で獲得。ただ、年俸の条件は白紙となり、結局近鉄時代から現状維持プラス支度金1000万円を支払う形になったそうなんだ。せっかく自分を必要としてくれる球団、監督の下でプレーできると思ったら、来るならどうぞご勝手にみたいな環境なんてかわいそうな話ね。高木森道監督自身は特に金村選手に思い入れがなかったみたいで、移籍後に会話したのは、お前お腹出てるな、と言われた1回限りだったそうだぜ。FA 選手と監督が1回しか会話しないなんてあるの？金村選手自身も故障の影響でわずか28試合の出場に止まり、1本塁打5打点、打率1割7分7厘と散々な結果に終わったんだ。いろいろ不憫ではあったけど、仮にも年俸5200万円の FA 選手ってことを考えたら、物足りない成績よね。チームも前年の優勝争いから一転して、最下位に転落したしな。1995年オフには1年遅れで星野監督が就任したが、何しとったんじゃ、もういらんから帰れ、と、戦力構想外であると告げられたそうなんだ。1年の間に金村さんの待遇、立場下がりすぎじゃない？近鉄の出戻りも画策したそうだが、結局は金村選手が年俸半減を飲むことで合意し、残留。
移籍2年目の1996年も出場機会は増えず、わずか42試合の出場で、0本塁打、打率1割7分5厘とさっぱり。近鉄最終年の打棒はどこに行っちゃったのよ？ってくらい点でダメね。結局年俸はさらに半減してしまった上に、移籍3年目の開幕直前にトレードで西武に移籍することになったんだ。ちなみに FA で移籍した選手が、トレード出た球団に移籍したのはこの金村選手が史上初だったんだ。普通 FA で迎え入れられた選手がトレードで放出されるなんて、NPB だとなかなかないもんね。でもまあ、戦力には全くなれなかったけど、トレードのチップになっただけまだマシじゃない。交換相手の小野和義投手は中日で8試合に登板しただけに終わり、オフには移籍からわずか1年で現役引退してる。戦力的には何の成果も得られなかった FA だったのね。結果的には星野監督の就任が1年伸びたことで、3年3億円の大型契約にならなかったことがせめてもの救いだったと言えるな。もしそうなってたらなかなかのワースト級大型契約だもんね。この次にプロ野球史上最低の大型契約の話が待ってるんだがな。お？いよいよ本題ね。新三大中日 FA 失敗し、二つ目は2000年の川崎健次郎投手だ。ああ、このことを言ってたのね。さすがの霊夢でも知ってるか。あまり褒められたようなもんじゃない騒動とかあったから、かなり記憶に残ってるわ。いろんな意味で FA 移籍の恐ろしさが詰まった話だからな。自分が川崎投手の立場だったらと思うと、胸が苦しくなっちゃうわよね。順を追って説明していこう。川崎投手は1988年にドラフト1位でヤクルトに入団。1年目から1軍で1完封、4完投、4勝を挙げる即戦力性を見せると、2年目には202回3分の1を投げて、12勝、4完封、15完投を記録してるんだ。高卒2年目投手を今じゃ考えられないほど投げさせてたのね。3年目にも15完投をして、防御率 2.91、14勝9敗の好成績を上げたが、プロ4年目以降は右肘の故障もあって、徐々に成績を下げていくんだ。高卒に、3年目に2年連続15完投なんてしてたら、そら壊れちゃうわよ。後の長期故障を予感させる出来事がすでに起こってたんじゃない。95年オフに右肘を手術したこともあり一時低迷したが、97年に7勝を挙げると、1998年は3完封、9完投で204回3分の1を投げて、防御率 3.04、17勝で最多勝を獲得すると、この年の沢村賞にも選出されたんだ。沢村賞、川崎投手ってそんなにすごい投手だったなんて知らなかったわ。それなりの実績がないと、FA 時に大型契約なんて結べないからな。結局 FA を宣言する2000年までの12年間で通算88勝を挙げて、6度の規定投球回数到達、4度の2桁勝利に、オールスター選出4回と、90年代のセリーグを代表する先発投手だったんだ。しかも FA 宣言時にはまだ29歳と若かったこともあり、古巣ヤクルト以外にも、メジャー数球団が関心を集め、そのうちレッドソックスは具体的な契約をオファーしたそうで、推定年俸3億円で複数年契約の提示があったらしいぜ。推定年俸3億円って、結構な金額なんじゃない？ヤクルト時代の川崎投手の年俸が1億円だったことを考えると、かなり破格のオファーだな。年俸以外にも家族が渡米する際には飛行機のファーストクラス、ホテルはスイートルーム、果てはオーナー直筆の手紙まで送られてきたそうだぜ。そんな熱烈に誘われたら、私なら即メジャー行きを選択するわ。川崎投手もメジャーへの憧れがあったため、契約寸前まで行ったそうだが、家族の環境が変わることも考慮して、契約を迷ってたそうなんだ。当時は今みたいにネットも発達してないし、海外生活は大変だったでしょうからね。ヤクルト残留か、メジャー挑戦かを迷ってた川崎投手に声をかけたのが、中日星野監督だったんだ。また出たわね。交渉の達人星野監督。星野監督は川崎投手に対して、メジャーがそれだけ出すなら、うちも出すよ。4年いたら出て行ってもいいから、とりあえず来てくれよ、と熱烈オファー。メジャーに負けない金額提示で誠意を見せたのね。星野監督の交渉のうまさは金額だけじゃないんだ。佐藤健社長から3度にわたって便箋計40枚の手紙を送らせたり、いかに中日に川崎投手が必要かを熱く説いたんだ。このチャンネルでは何度も選手の移籍についての解説してきたけど、ほとんどの選手が必要とされてる環境で働きたいって思いを持ってるわよね。ああ。川崎投手はヤクルトの仲良しなチームメイトのプレーを希望した一方で、ヤクルト球団の交渉に対する熱のなさが引っかかってたそうなんだ。必要とされていると感じられなかったのね。最終的には星野監督からの、巨人だけには、とにかく勝ってくれ、という熱烈な誘い文句に心を打たれたそうなんだ。そんなに心に刺さる言葉だったの？ああ。川崎投手はもともと巨人キラーとして知られる投手で、ヤクルト時代には巨人から29勝を記録。
ちなみにこの年の中日はリーグ2位に終わったんだが、優勝した巨人相手に9勝18敗と苦しめられてたんだ。なるほど。自分の特徴を理解してくれた上で、巨人キラーのお前が必要なんだって言われたら、選手としてはこれ以上ないラブコールよね。この星野監督からの熱心な誘いが決め手となって、川崎投手は中日移籍を決断。なんとインディアンスが提示した2年6億円を上回る年俸を提示されたそうだが、これを誇示して、年俸2億円の4年契約を交わしたんだ。それにしてもなかなかの大型契約ね。中日は杉下茂、近藤博史、そして星野監督も現役時代に背負った伝統のエースナンバー20番を用意するほどの好待遇で川崎投手を獲得したんだ。さっきの金村さんがかわいそうになるくらい、破格の待遇だったのね。川崎投手が後々批判される要因になったのは、単なる高年俸だけでなく、入団前の期待の大きさがゆえってとこもあるんだ。確かにこれだけのストーリーがあって、3個の例を持って迎えられた沢村賞投手なんて、ファンは期待しない方がおかしいもんね。大きな期待を受けて中日に入団した川崎投手だったが、開幕直前の3月14日のオープン戦で右上腕三頭筋の違和感を訴えて途中降板。ここから歯車が一気に狂ってしまい、1年目は2軍でもわずか2イニングを投げるに終わってしまったんだ。不調で1軍登板なかったとかじゃなくて、そもそも全く投げられない状態だったんだ。チームも5位に低迷してしまい、自分を中日に招き入れてくれた星野監督がシーズン途中に辞任するという最悪のシーズンになったんだぜ。川崎投手だけが悪いわけじゃないけど、責任を感じずにはいられない辞任ね。2年目も1軍登板はなく、2軍でもわずか3試合に投げて防御率 9.00 で2敗。3年目は2軍で13試合に登板したものの、防御率は 5.58 と全盛期にはほど遠い内容で、結果的に3年連続で1軍登板なしに終わったんだ。4年総額8億円で契約した投手が、3年間も1軍登板ないなんて、編成的にもかなり痛いわよね。川崎投手もなんとか復活しようと全国の整体、針、耳つぼなどの治療を試み、しまいには藁にもすがる思いでお祓いまで受けたそうだぜ。肉体だけじゃなくて、メンタルもかなりやられてそうね。そんな川崎投手に追い打ちをかけるような騒動が、2003年に起こってしまったんだ。オールスターファン投票の大量組織票工作問題ね。そうだな。通称川崎サイと呼ばれる、ネット上の嫌がらせ行為だ。怪我で全く一軍登板見られない川崎投手をファン投票1位にして、無理やりにでも表舞台に上げようなんていう最低の悪ふざけ行為が問題になったのよね。ああ、最初は川崎投手への激励かと思われてたんだが、違和感を感じた運営委員会が調査したところ、ある1台のパソコンから、わずか半日で1000票以上の大量投票がされていることが判明したそうなんだ。変なところに頭が回る人がいるもんね。その悪知恵をもっと世の役に立つことに使えないのかしら。最終的に川崎投手はこの年一軍登板がなかったにもかかわらず、91万票も集めてセリーグ先発投手部門で最多票数を獲得してしまったんだ。それで川崎投手はオールスターに登板したの？川崎投手は、正直言って困惑している。中日のために何も働いていない自分への叱咤激励とも取れるが、僕にとっては嫌がらせ。情けない気持ち、と事態を表明したぜ。本来選出されるべき投手たちもいい気しないでしょうし、オールスター死に残る汚点よね。そんな騒動もあった2003年オフは事前の契約条項によって、前年から 25% 減の年俸1億5000万円で契約を公開。年俸0円でいいからなんとか恩返しがしたい、と語ったそうだぜ。よほど面の皮が厚くない限り、お金もらうことが心苦しいとも思える3年間だもんね。日常生活で普通に街を歩いてても、心ないことを言われることもあったらしいからな。2004年はかの有名な、開幕投手川崎、で、移籍4年目にして初の1軍登板を果たしたものの、1回3分の1を5失点で降板。4月30日にも1軍登板したが、ワンアウトも取れずに5失点で降板し、敗戦投手になったんだ。正直プロの投手としてやっていけるような状態ではなかったんじゃない。結局シーズン途中に戦力外通告を言い渡されて、川崎投手は現役引退を決意。引退登板を含めると、4年間でわずか3試合の登板のみに終わり、4年7億5000万円の投資はほとんど回収されなかったんだ。1993年に FA 制度がスタートしてから、四半世紀を過ぎたが、ここまでの不良再建は前例がないな。ご本人の心情を考えるとあまりきつい表現は使いたくないけど、史上最低の FA 選手と言われても仕方がない結果になったのね。新三大中日 FA 失敗し、3つ目は2017年の大野翔太捕手だ。大野選手もなかなか結果を残せてないもんね。ああ、あまり表立って批判されることはないが、NPB の FA 史においてかなりワースト級の長期契約だな。そんなに悲惨なの？これから解説していくぞ。
大野選手は2008年ドラフト1位で日本ハムに入団。東洋大学黄金時代の不動の司令塔として、日本代表にも選出されていたドラフトの目玉捕手だったんだ。捕手でドラフトの目玉って、数年に一人いるかどうかだから、よほど期待は大きかったのね。即戦力を期待された大野選手は1年目から77試合に出場すると、以降は主力捕手の一人として1軍に帯同。プロ入り後は打撃面での貢献を思うようには伸ばせなかったものの、チームが日本一に輝いた2016年には109試合に出場して OPS648 を記録し、自身初のゴールデングラブ賞も獲得したんだ。待って、なんかキャリアの振り返りがやけにあっさりしてない？いつもだったらもっと細かい数字を使って、特筆したシーズンを紹介するじゃない。正直に言うと、大野選手はキャリアを通して目立った成績の年がないんだ。え？そうなの？まず大野選手はこれまでのキャリアで一度も規定打席に到達したことがなく、3桁試合出場もわずか3回しかないんだ。え？侍ジャパンにも選ばれたりしてるから、もっとバリバリの正捕手だったのかと思ったけど、そうでもないのね。捕手はリード面など数字に現れない貢献もあるとされるが、正直私はリードの効果については懐疑的なんだ。そこは人それぞれ宗派が分かれるところよね。加えて大野選手は現代の捕手としては致命的なほどフレーミングが拙くて、世間で評価されてるほど守備貢献も大きくないと思われるぜ。仮にマリサの言う通りだとしたら、攻守に特に秀でたものがない選手ってことじゃない。良くも悪くも捕手はチーム成績で評価されがちだから、アマチュア時代含めてチームの成績が本人評価に上乗せされたところはあるだろう。今回は結構はっきり持論を言うのね。何を言いたいのかというと、正直中日は大野選手の実力を見誤ったことが、この失敗大型契約を生んでしまったと、私は思ってるんだ。そんなに大層な契約を結んだんだっけ？中日は大野選手と4年総額4億円で契約してるぜ。近年の FA 選手にしてはめちゃくちゃ高額ではないけど、一度も規定打席に到達してない捕手に4年4億円って結構割高に感じるわ。どうしてそこまでして大野選手を獲得したのよ？最大の要因は2015年に谷繁元の部引退後、中日の正捕手が不在だったことだな。ああ、なるほどそういうことね。当時の中日は目立った正捕手候補もおらず、2017年のドラフトでも1位指名した中村翔正捕手を抽選で逃すなど、短期的にも、中長期的に見ても捕手の編成状況がよろしくなかったんだ。それで捕手が喉から手が出るほど欲しかったのね。大野選手が東海地方の岐阜出身ということも獲得を後押ししたんだろうな。正捕手不在の状況で、東海出身の日本代表捕手が FA となったら、どうしても動いちゃうわよね。中日は大野選手に谷繁選手がつけてた背番号27を用意するほど、かなり大きな期待をかけてたんだ。移籍1年目の大野選手は前半戦こそスタメン出場が多かったものの、右肘痛の影響もあって精彩を欠くと、後半戦はベンチスタートが多くなったんだ。成績はどうだったの？63試合に出場して、打率1割9分7厘、2本塁打10打点と、正捕手を任せるのはかなり厳しい成績だったぜ。想像以上にさっぱりな成績だったのね。2年目はさらに出場機会を減らして34試合の出場に終わると、2020年はキャリア初の1軍出場ゼロに終わったんだ。確かその頃から木下選手が正捕手に定着したのよね。ああ、木下選手が台頭したことで大野選手の出場機会は激減。4年契約の最終年の2021年は2年ぶりに1軍出場したものの、わずか8試合の出場でスタメンマスクは4試合のみ。オフには7200万円ダウンの大幅減俸で契約を更改したものの、2022年も引き続き1軍での出番はほとんどなく、厳しい状況が続いてるぜ。木下選手から正捕手の座を奪うって、なかなか難しいものね。木下選手がすっかり正捕手として大活躍してくれてるから、あまり大野選手に批判の矛先が向かないってのもあるんだがな。確かに未だに正捕手不在だったら、もっと大野選手にヘイトが集まってるでしょうね。木下選手は大野選手への批判もブロックしてくれてるのね。今回は新三大中日の失敗格差トレードを紹介するぜ。球団別の格差トレード企画はこれで第7弾ね。ああ、今回もトレードで放出した選手が移籍後に大きく活躍した例だけが対象だ。先に言っておくと今回はあくまでトレード後の利得だけを見てるため、移籍の背景やチーム事情は考慮してないことは頭に置いておいてほしいぜ。両チームにとっての成功トレードは扱わないってことね。前置きはそれくらいにして、早速本編に行きましょうよ。新三大中日の失敗格差トレード、一つ目は2005年の中日土屋哲平外野手の楽天への金銭トレードだ。土屋外野手？土屋って名前で大活躍した選手なんていたかしら？哲平という名前の方に意識を向ければ、すぐにピンとくると思うぜ。ああ、楽天の哲平選手のことね。
俊足高打の左バッターで、創設期の楽天の中心人物だった選手じゃない。そうだ。その鉄平選手のことだ。てっきり楽天の生え抜きか近鉄出身の選手かと思ってたけど、中日にいたなんて知らなかったわ。霊夢がそう思うのも無理ないな。失礼ながらアマチュア時代の実績に乏しかった選手が、いきなりプロ野球の歴史に名を残す活躍をしたからな。確か首位打者も獲得してたわよね。ああ。今回は先に楽天時代の活躍を振り返りながら、放出に至った経緯の説明と考察をしていくぜ。新しい試みね。鉄平選手は楽天に移籍した1年目に登録名を本名の、土屋鉄平、から、鉄平、に変更。中日時代は5年間で52試合の出場で通算安打もわずか5本と、移籍当時はほとんど騒がれなかったんだ。言っちゃなんだけどほとんど無名の23歳だもんね。ああ。ところが鉄平選手は移籍1年目からいきなり活躍。開幕から1番センターを任せられると、プロ初本塁打や、1試合4安打を記録するなどして、最終的には打率3割を達成したんだ。ほとんど無名だった選手が早速結果を残してるじゃない。この結果、楽天野球団主催のファンサイト投票による、2006年度 MVP 選手に選ばれ、この年行われた日米野球にも監督推薦で出場。オフには年俸が1000万円から3200万円にアップしたんだ。当時創設2年目で戦力がまだまだ乏しかった楽天にあって、これほどの選手を獲得できたなんて願ってもないことね。当時の楽天はスタメンのほとんどが30代という中にあって、24歳の鉄平選手を獲得できたのは中長期的な観点から見てもかなり大きかったからな。その後は2007、2008年と成績が落ち込んでしまったが、2009年に才能がさらに開花。開幕からハイアベレージを維持すると、夏場には球団記録を更新する24試合連続安打と打ち続け、8月には月間成績打率、4割2厘、3本塁打、24打点の好成績で自身初の月間 MVP を受賞。最終的には打率、3割2分7厘、12本塁打、76打点、13盗塁はいずれも自己最高成績で、なんと首位打者まで獲得してしまったんだ。無名選手がトレードからわずか4年後で首位打者なんて、他に例を見ないサクセスストーリーじゃない。鉄平選手の活躍もあって、楽天はこの年2位に躍進し、球団創設5年目にして初のクライマックスシリーズ進出を果たしたんだ。田中将大、岩隈久志投手、山崎武史選手などの他の中心選手に引けを取らない活躍で、チームの歴史に名を残したのね。この活躍が認められて鉄平選手は自身初のベストナインを獲得し、オフの契約更改では推定年俸1億2000万円を勝ち取ったんだ。それだけの年俸をもらっても何らおかしくない大活躍だったもんね。ああ、2010年にも打率3割で出塁率、3割9分1厘、OPS。855と活躍し、その後も長く活躍していくかに思われたが、2011年以降は成績低迷。チームが初のリーグ優勝と日本一を成し遂げた2013年にはわずか54試合の出場に終わり、オフにはオリックスにトレードされてるんだ。少し活躍期間は短かったけど、それでも移籍後5年間の活躍は目覚ましいものがあったわよね。そもそもこんな選手がどうして放出されちゃったのよ。このトレードは落合監督が決断したことで、今の中日では出る場所がないが、他のチームだったらあるんじゃないか、と、移籍先を探してくれたそうなんだ。当時の中日は黄金時代で主力のレベルが高かったから、そのままいても出番があったかわからないし、鉄平選手にとっては最高の移籍になったじゃない。確かに鉄平選手を放出した2005年の中日の外野手はライトに福留孝介、センターにアレックス、レフトに森野正彦とそうそうたるメンバーがいたから、霊夢の言う通りそのままいても出番は少なかったかもな。送り出した中日サイドの落合監督も喜んでたし、これは送り出し側にとっては成功のトレードと言っていいわよね。世間一般的にはそう言われてるな。なんか思い当たることがあるの？個人的には当時の中日の編成事情を考えた時に、鉄平選手をそう簡単に放出してよかったのか、いささか疑問が残るんだ。一軍でほとんど実績なかったんだし、別に編成的には痛くなかったんじゃないかしら。鉄平選手移籍後の中日の外野手事情はというと、2007年オフに外野の要だった福留選手が FA でメジャー挑戦。外野手を守ってた森野選手も2009年から内野手に再コンバートされ、外野手の層が薄くなっていったんだ。確かにあの時期たまたま和田和弘選手が FA 移籍してくれて外野手が埋まったけど、もともと福留選手はメジャー志向って分かってたし、一軍外野手はほとんどが30代と、結構高齢化してたもんね。そうなんだ。
実際中日は2010年にドラフトで大島洋平選手を獲得し、平田洋介選手が成長するまで、右中間はどちらかというと弱点になってたからな。毎年イ・ビョンユの日本順応に期待しては、結局さっぱりな成績ってのが3年間くらい続いてたもんね。実は鉄平選手は2005年に2軍で打率3割3分6厘、出塁率3割9分2厘、OPS 844の活躍をしてて、普通に考えれば当時の球団内でもトップクラスのプロスペクトだったんだ。確かに23歳でそんな打ってるなんて、手放すのが惜しい存在じゃない。外野手は比較的補強しやすいポジションとはいえ、当時主力野手が軒並み高齢化してたこととや球団の若手事情などを考えると、あの時点で期待の逸材の鉄平選手を簡単に放出したことは、結果論ではなく危ない綱渡りだったと思うぜ。たらればを言ってるように感じる人もいるかもしれないけど、確かに今振り返ってみるとあまりいただけないわね。落合氏は後に GM になってからも若手軽視のチーム作りをして、編成をぐちゃぐちゃにしてしまうんだが、この頃からそのベテラン偏重な思考が垣間見えてしまう気がするんだ。落合氏のチーム編成については一加減あるみたいね。個人的に落合氏は編成面に関してはかなり失策が多かったと思ってるので、その辺は別の機会に考察していきたいぜ。新三大中日の失敗格差トレード、二つ目は2001年4月の中日種田仁志内野手、山田博史内野手と横浜春敏を外野手のトレードだ。あれ？同一リーグでしかも開幕早々にトレードなんて、かなり珍しいわね。これは当時の横浜森正明監督が中日の星野仙一監督に無理やり頼み込んで成立したトレードらしいんだ。人脈がありそうな名将同士で話が進んだトレードだったのね。なんでも二人は NHK 解説者時代に親交を深めてたことが、慣例破りの移籍劇につながったそうなんだ。今はどこも GM 制が定着してて、監督の編成権限が弱くなってるから、こうした現場主導のトレードは珍しくなったもんだぜ。さすが名将森監督、就任1年目に早速動いたってわけね。まあ、実際はフロントに補強を要求してもなかなか動いてくれないので、痺れを切らした森監督が自ら動いたってのが実態らしいんだがな。この後始まる暗黒ベイスターズ時代の訪れが見え隠れするわね。それでこのトレードはどういう意図で行われたものだったの？森監督は西武時代に8度のリーグ優勝を成し遂げた監督で、緻密な野球を好む監督だったんだ。横浜マシンガン打線のイケイケ野球とは真逆の監督じゃない。ああ。そこで自身が望む派手さはないが、野球を熟知しているバイプレイヤー的な存在として種田選手に白羽の矢が立ったそうなんだ。後にプライベートではスピード違反に、借金加算で自己破産と、私生活では派手なやらかし起こしちゃったけどね。霊夢はそういうことばっかりは詳しいよな。話を戻そう。放出された春選手は98年日本一の時の優勝メンバーで、打率2割9分以上を4度マークするバントをしない攻撃的2番打者として知られた選手だったんだ。前年も故障で60試合出場ながら打率3割、8本塁打と好成績だったみたいだけど、どうして放出されちゃったの？一説によると森監督との不仲が影響してるとされてて、対談時のコメントでは、気持ちの整理はついた。この世界、試合に出てなんぼの世界。出られるところに行くだけ、と、暗に構想外になってたことをほのめかしてるぜ。バントをしない2番打者なんて、森監督が一番嫌いそうな野球だしね。対照的に星野監督はガッツマンタイプを好んでたこともあって、史上初の1億円プレイヤーのシーズン途中移籍が実現したんだ。互いの監督が好むプレイスタイルの選手獲得になったのね。横浜が希望して行われたトレードは、結果的にもベイスターズに大きな実りをもたらすことになったんだ。種田選手のガニ股打法が有名になって、種ダンス応援が人気になったもんね。そうなんだ。種田選手は移籍1年目から望まれてたバイプレイヤーとして、毎年100試合近くに出場すると、2004年には打撃好調で二塁手のレギュラーに定着すると、初の規定打席超えでの打率3割を達成。続く2005年には145試合に出場して、打率3割1分、出塁率3割8分4厘、OPS 794と二塁手としては破格の打撃成績を残して、2年連続オールスター出場を果たしたんだ。自身の獲得を熱望してくれた森監督は成績不振で2002年に解任されたが、その後大きくキャリアを飛躍させたんだ。バイプレイヤーどころか、バリバリの主力選手になっちゃってるじゃない。この活躍が評価されて、自身初の年俸1億円超えとなる推定1億2500万円の契約を勝ち取ったんだ。まさか森監督もここまでの選手になるとは思ってなかったでしょうね。ここで大金を稼いでしまったことが、後の破滅劇を生んでしまったのね。アメリカなんかではプロスポーツ選手の自己破産話はもっと枚挙にいとまがないからな。共に移籍した山田投手は目立った活躍はなかったものの、
2003、2004年は主に中継ぎとして23、30試合に登板し、防御率も3点台とまずまずの成績を残したんだ。不満分子の高額プレイヤーを放出しつつ、これだけ戦力強化できたなら、横浜にとってはかなり万々歳なトレードになったのね。一方、中日に移籍した春選手は移籍1年目に307打席を与えられたものの、打率、2割4分で OPS。557と低迷、2002年も打撃成績が戻らず、わずか39試合の出場で OPS も、520とかつての輝きを取り戻せず、オフにロッテにトレード移籍してるんだ。多くの実りをもたらした横浜とは対照的に、中日はほとんど成果のないトレードになっちゃったのね。中日としては放出当時すでに井端弘和、荒木正弘の若い二遊間を確保できてたので、トレードバリューがある種田選手を使って別のポジションの戦力補強を画策するのは悪い戦略ではないから、致し方ない部分でもあるんだがな。リスクを取らないとリターンは生まれないし、狭い球界内で恩を売っておくことは悪いことじゃないしね。トレードする以上リスクはつきものだからな。しかも星野政権下の中日は三冠王打者落合を1対4トレードで獲得したりと積極的に動いてる割に、失敗トレードは少ないしな。確かに中日がトレードで損したってイメージあんまりないわね。中日は3件も格差トレードネタを見つけるにかなり時間を要するくらい、伝統的にトレード後者の球団だったぜ。新三大中日の失敗格差トレード、3つ目は1987年中日大島康則外野手、曽田康二投手と日本ハム田中富夫投手、大宮達夫捕手のトレードだ。今回は年代を遡っていくスタイルなのね。トレードインパクトの大きい順に紹介した方が、視聴者の方も興味持っていただけると思ってな。あまり古すぎる話だと、興味なくしちゃう方もいらっしゃるでしょうしね。で、この大島選手って、まさか迷宮界入りもしてる大島選手のこと？ああ、そのまさかだぜ。どうしてそんな大打者がトレードで放出されちゃったのよ？このトレードは戦力強化目的というよりは、構想外になりつつあった功労者のベテランをより出場機会の球団でプレイさせようという配慮から生まれたトレードなんだ。しくじりというよりは、結果的に利得差が大きく生まれたトレードってことね。そうなんだ。大島選手は中日時代に通算321本塁打を放ったスラッガーで、1983年には36本塁打、OPS、923の活躍で本塁打王も獲得。突出した成績を残した年は少ないが、12年連続2桁本塁打の成績が示す通り、毎年コンスタントに活躍した選手だったんだ。成績を見てると移籍前年の1987年も313打席で15本塁打、OPS。805と、まだまだやれそうな成績残してるのね。すでに37歳と高齢に達してて、主力として計算するのは難しいが、スポット的に活躍してほしい球団にとっては十分需要がある選手だったんだ。そこで DH 制度もあるパリーグの日本ハムへ移籍することになったのね。ああ、中日としても追い出したわけではなく、星野の意向で球団から功労金を渡すなど、円満対談の側面が強かったんだ。こういうベテラン打者の働き場所が残されてる点でも、DH 制っていいものよね。例えば元巨人の阿部慎之助選手も、DH 制があればもっと長くやれたでしょうし、個人的には両リーグ DH 制導入は賛成なんだがな。話を大島選手に戻すと、大島選手は移籍1年目に全試合出場して、15本塁打、OPS、754とまずまずの成績をマーク。全盛期ほどではないけど、まずまずの成績を残してたのね。39歳となった移籍2年目にも全試合出場を果たすと、18本塁打で OPS、796の成績を残して、当時としては最年長となる39歳10ヶ月での通算2000本安打達成となったんだ。37歳で実質構想外になった選手が、移籍先で大偉業を達成するなんて、感動的じゃない。結局大島選手は当時としては異例の43歳まで現役を続け、引退することになった94年は主に代打で73打席に立ち、打率、3割2分3厘、OPS、828の好成績をマークしたんだ。伝説のスラッガーが代打の切り札になってる感じ、かっこいいわね。若手時代に2021年時点でも破られてない、代打の年間本塁打記録7を記録するほど代打でも結果残せる選手だったしな。放出後に大活躍とまではいかないけど、当時得点力が低かった日本ハムにとっては短期的に十分な利益が得られた選手獲得になったのね。
このトレードに関わった他の3選手はどうだったの？大島選手と共に日本ハムに移籍したソタ投手は登板がないまま、1988年に現役引退。中日が獲得した田中投手は主に救援としてスポット的に起用されたものの、目立った成績を残せぬまま、93年に現役引退。もう一人の大宮選手は捕手のバックアッパーとして起用されたものの、打撃が弱く正捕手掴むには至らず、わずか2年で西武にトレード移籍してるぜ。トレード時一番高齢だった大島選手が、結果的には移籍先で最も長くプレーしたのね。まさか37歳の大島選手が移籍後に2年連続全試合出場して、2000本安打まで達成するなんて想像した人の方が少なかっただろうしな。外国人格差トレードの時にも話したブライアント選手もそうだったけど、中日は構想外になった選手に働き場を与えてあげる球団って感じなのね。突然だが霊夢、私は憤慨してるぞ。何よ、いきなりよくあるゆっくり解説の冒頭みたいな入り方して。2023年6月19日、中日ドラゴンズが日本ハムとの大型トレードを敢行したんだ。中日は郡司龍也、山本拓海を放出した見返りとして、日本ハムから宇佐美慎吾、斉藤光輝らの2選手を獲得。私はこの移籍劇にどうにも納得いかないんだ。トレード移籍には一加減あるマリサにしたら、理解しがたいトレードだったの？この6月19日の1件だけではなく、立浪監督が就任して以来行われた4件のトレードを総合的に評価すると、どうしても矛盾が多いんだ。単発でトレードを評価してるわけじゃなくて、約1年半のチームビルディングに対して物申したいわけね。悪いが今日の私は怒り親父モードなので、いろいろとはっきり言わせてもらうぜ。世代バレも気にせず、随分古い番組の名前を出すくらい、怒り浸透ってことはわかったわ。おい、新しい番組の方で返してくるなよ。怒り浸透だって10年以上前に開始して、2017年に終了した割と古めの番組なんだけど。まずここのトレードを振り返る前に、2023年現在の中日のチーム事情について触れておこう。近年の中日は低迷続きで、龍の未来は暗いイメージがあるわ。確かに近年の中日はチーム成績が振るわないことが多く、2013年以降の10年間で B クラス球界で、2022年は最下位に沈んでるな。チームのレジェンドである立浪和義監督が就任して、いろいろ期待されたけど、終わってみれば首位と15ゲーム差をつけられての惨敗だったもんね。得失点差はリーグワーストのマイナス81。得失点差が落ち込んだ原因は、リーグワーストの414得点に終わった攻撃力不足によるものだ。この年の優勝チームヤクルトはリーグ1位の得点数619を記録しており、そのヤクルトとは約200点差がついていたんだ。いくら本拠地が得点の入りにくいバンテリンドームとはいえ、感化できない攻撃力よね。ただ悪いことばかりではなく、失点数はリーグ2位の495と、投手陣はリーグ上位級の成績を残していたんだ。得点が入りにくい球場ということを考えても、優秀な投手陣だったのね。またこの投手陣の好成績は、若手投手の台頭による部分が大きく、編成面の見通しが明るくなったことは好材料と言えるだろう。24歳の小笠原慎之介投手は2年連続で規定投球回数に到達して、自身初の2桁勝利と防御率2点台をクリア。さらに19歳の高橋宏斗投手は規定にこそ達してはいないものの、116回3分の2を投げて K%29.0 という驚異的なスタッツを記録。この値は2022年のセリーグで100イニング以上を記録した24名の中で、トップの値だったんだ。先発とは思えない、異次元のペースで奪三振を奪ったのね。その他にも救援では22歳の清水達也、23歳の藤島健人投手がそれぞれキャリア初の50試合を達成するなど、非常に明るい話題が多かったんだ。いずれも20代前半の投手だから、向こう数年は主力としての活躍が見込めそうなのは編成を考える上ではかなり大きいわね。それに比べて野手陣のひどい手いたらくっぷりと言ったら。いや、実は野手も若手に限って言えば、かなり明るい材料が多かった年だったんだぜ。まず2022年の中日の最大の明るいニュースといえば、21歳の岡林勇気の台頭だろう。高卒3年目にして、最多安打、ゴールデングラブ賞、ベスト9を獲得する活躍っぷりだったからな。権利の関係で具体的な数値は言えないけど、勝利貢献度を示す WAR ではリーグ最高クラスの値を記録してたもんね。攻守両面の総合的な貢献度では、12球団でも屈指の外野手に成長したんだ。さらには20歳のユーク選手が遊撃守備で高い UZR を記録。和製大砲候補の石川高也選手は故障でわずか37試合の出場にとどまったものの、質を表す指標では攻守両面で成長を見せていたんだ。
俊足高打のリードオフマン、堅実守備の遊撃手、攻守に成長を見せた和製大砲候補がいずれも高卒3年目以内なんて、なかなか贅沢な若手事情ね。それに加えて、保守の有望株である石橋光太、郡司裕也は二人とも二軍では破格の打撃成績を残していたんだぜ。本来育成も補強も難しい保守と遊撃手の事情が明るいのは、中長期的な編成を考えた時にかなりのアドバンテージよね。さらにファームでは2021年のドラフト上位指名選手である、和製大砲候補のブライト健太、鵜飼康介までも保有できてるんだぜ。彼らがどう成長するかは未知数な部分はあるけど、フロントは数年かけてファームの状況をかなり健全な状況に整備できてたんじゃない。これだけ若手のタレントが充実している状況を鑑みると、中日フロントが今後数年間取るべき戦略はさらなる未来への布石だろう。若手有望株たちが全盛期を迎えるであろう。数年後にチームのピークを持っていく戦略が最前提と言えるわね。メジャーの球団だったら、中堅の有力選手をトレードのチップにして、さらに若手有望株を追加することも十分考えられる状況だ。まあ、日本ではファンからの批判を大きく受ける可能性があるので、どこの球団もやりたがらないんだけどな。やったじゃないの、中日は。働き盛りの中堅である阿部、強打、若手有望株の郡司選手のトレードを、なぜかバリューの下がる可能性が高い相手との交換を。そう、そこなんだよ。私が今回突っ込みたかったのは、放出された選手たちのファンには申し訳ないが、現在の中日が置かれている状況を考えれば、放出選手の選定は理解できるんだ。ただ、獲得した選手の属性に疑問が残るのよね。そうなんだ。まず阿部、強打の2選手についてだが、彼らはそれぞれ2023年には33、28歳を迎える選手だ。一般的に野手のピークは27歳前後で迎えるとされるが、二遊間の選手は守備面の衰えが来るのが早いため、普通の野手以上にピークは早いとされている。数年先にピークを持っていきたいチーム事情を考えれば、まだ阿部、強打選手の価値が高いうちにトレードする戦略は理解できるもんね。その2選手が放出される前に行われた2022年のドラフトで、中日は2位で村松海と、6位で田中美希や、7位で福永博樹と、3名の二遊間タイプの選手を獲得。彼らがどう育つかは未知数ではあるけど、さらなる未来への投資を図っており、二遊間の現有戦力を放出する準備は進めてたんだもんね。だが、獲得した選手の属性を考えると、どうも納得できないトレードを行ってるんだ。阿部選手を放出して36歳の涌井秀明、強打選手を放出して27歳の砂田良樹投手を獲得って、狙いがよくわからないわよね。両投手は確かに質の高い投手であることは間違いない。ただ涌井投手は年齢的なことを考えれば、一級に成績を下げてもおかしくない高齢の選手だ。翌年どうしても優勝したい投手力に難を抱えるチームが獲得するならまだしも、ピークは数年後が見込まれて、かつ投手力が充実してる中日が獲得する意味はよくわからないわよね。さらに砂田投手は救援投手であり、量的な大きな貢献は望みづらいタイプの投手だ。強打選手がやや不満分子になりかけてたこともあって、放出することを優先してのトレードにも見えるけど、にしてももっといい交換相手はいなかったのかと、嘆きたくなるくらい、両者のバリューに差がありすぎるように感じるわ。数年後を見越したトレードをするべき球団が、あろうことか戦力が充実してるポジションに即戦力性を求めた選手を獲得したことを納得するのは非常に難しい。トレードの結果は数年待ってみないとなかなか評価しづらいものではあるけど、トレード時点のロジックはかなり疑問が残るものね。ひょっとして年俸を削減する狙いがあったのかもしれないが、2022年の涌井投手の年俸が1億1000万円で、阿部選手が3600万円で差額は6500万円。砂田投手の年俸が5600万円で、強打選手が6400万円で差額は800万円。年俸削減どころか、5700万円も増えてるじゃないの。移籍後に多少年俸の変動はあるが、コスト削減という狙いもなさそうで、ますますよくわからないトレードなんだ。こうした2023年に勝負したいのか、したくないのかよくわからないオフを過ごした中日だったが、2023年は開幕から低調なスタート。冒頭に紹介したトレードが行われる前日の6月18日には、借金がマイナス16にまで膨れ上がってしまったんだ。相変わらずの貧打続きで、なかなか勝ちきれないシーズンとなってしまってるもんね。ただ、先ほど話した通り、チームが見据えるべきは数年後のピークだ。目先の勝利を期待するファンの方には申し訳ないけど、
数年後の最盛期に向けて順調に歩みを進められてるかどうかで今シーズンは評価すべきよね。その点で言えば、2022年に台頭した岡林、高橋宏斗の両選手は悪くない成績を切っており、昨年の活躍がフロックでないことを証明しつつあるんだ。1年だけ活躍して終わる選手もいる中で、コアプレイヤーとして中長期的に活躍してもらわないと困る2人が順調なのは喜ばしいことね。さらに2023年の中日にとって最大の収穫となりそうなのが、2022年に行われた現役ドラフトで獲得した細川誠也選手の活躍だ。もともと DeNA 時代から毎年のように期待されては結果を残せず、いつしか未完の大器と言われるようになったプロスペクト選手よね。細川選手はシーズン途中からスタメンに定着すると、交流戦終了までに61試合に出場し、打率3割2分1厘、9本塁打、出塁率3割9分、OPS929 と、破格の成績を残してるんだ。広いバンテリンドームを本拠地にした選手で、これだけの数字を残せるなんて、とんでもないことよね。当然まだシーズン途中の成績ではあるため、手放しでは喜べないが、優の未来がより一層明るくなったと言えるだろうな。降格降下チームは低迷してるわけだから、さらなる未来への布石を打ちやすくなったとも言えるよね。そうだな。今年は再建期と割り切って、今季どうしても優勝したい球団に実力派の中堅を放出して、有望な若手を獲得しても面白いな。で、中日が若手の有望株を放出して、日本ハムから中堅の選手を獲得したってわけね。って、なんて矛盾したトレードを敢行してるのよ。霊夢、私がなぜ憤りを禁じ得ないのかよくわかってきただろう。どうしても優勝を狙いたい球団が、若手有望株を放出して、中堅の即戦力を獲得するならわかるけど、今の中日ってそれとは逆の状況じゃない。中日がすべきトレードを行ったのが、今回相手となった日本ハムだな。日本ハムはようやく期待の若手たちに芽が出始めてて、数年後に上位争いできそうな礎が築かれつつあるもんね。その状況で目先の戦力アップを目指すわけではなく、中堅選手を使ってさらなる若手有望株の獲得に成功。当然トレード選手のこれからの頑張り次第ではあるが、編成の戦略評価という点では、日本ハムを一方的に褒めざるを得ないトレードになったな。そこまで言うくらい、現時点では日本ハムの方にメリットが大きそうなトレードだったのね。では、ここからはトレードのレビューに移ろう。まず簡単に郡司龍也、山本拓実と日本ハムの宇佐美慎吾、斉藤光輝のトレードをレビューしよう。中日が放出した郡司龍也は2019年のドラフト4位で、慶応大学時代は4年秋のリーグ戦で三冠王を獲得したほどの強打の星として期待されてた選手だ。ただプロ3年間で残した成績は92試合のみの出場で、わずか24安打で本塁打は0本に終わってるな。六大学の三冠王も、プロでは壁にぶつかってしまってたのね。ただ郡司選手はファームでは星としては破格の成績を残し続けており、過去3年間で438打席に立って、打率2割7分4厘、出塁率3割8分6厘、OPS780 をマークしてるんだ。保守じゃなかったとしても、結構期待が持てる打力を有してるじゃないの。打者としてはコンタクト力と、選球眼に優れる選手で、2022年はファームで200打席以上に立った打者94人の中で、5位となる出塁率3割9分4厘をマークしてるぜ。これだけのプロスペクト選手が、どうして頻打の中日で出番を与えられなかったの？一つはポジションの問題だろう。1軍には木下拓也、2軍には石橋光太、アリエル・マルティネスがいた上に、調整としてベテランの大野翔太や桂井織を出場させたため、郡司選手は星として出場することが少なかったんだ。そのため郡司選手は外野手として出場することもあったが、前述した通り、中日はブライト・ケンタ、ウカイラを獲得した影響で、ファームですら十分な出場機会を与えられてなかったんだ。せっかくのプロスペクトを活かしきれない状況だったのね。そう考えると、郡司選手を放出した判断自体は、悪くないようにも思えるわ。そうなんだ。これだけの打てるポテンシャルを秘めた捕手はなかなかいないため、トレードのチップにすることこそが、中日にとっても、郡司選手にとっても、魅力的な選択肢であったと言えるだろう。今は捕手の打力に問題を抱える球団も多いし、西武、楽天、ソフトバンク、ロッテあたりなら結構いいトレードができそうね。もう一人の放出された山本拓実投手の期待値はどんなものなの？山本投手は2017年のドラフト6位で中日に入団。開始名の入団ながら、高卒2年目の2018年には1軍で9試合に登板し、45回3分の1を投げて、3勝3敗、防御率 2.98 の好成績を残したんだ。高卒2年目でそれだけやれたなら、かなり期待が持てそうじゃないの。ただ山本投手は三振奪取力の面で課題を残しており、2019年は平均 20.3% の K% で 13.9%。
3年目以降も奪三振力は改善されることはなく、2022年からは救援投手に本格転向をしたんだ。先発としては奪三振力が平凡でも、救援になることで平均、もしくはそれ以上の K% を記録するパターンはあるわよね。2022年は1軍で30試合に登板したものの、K% が 14.5%、BB% が 13.0% と、いずれも平均以下のスタッツに終わってるな。急激な成績向上とはいかなかったのね。ただ山本投手はまだ23歳と年齢は若く、これから成績を向上させるポテンシャルは秘めているかもしれない。日本ハムは何かしら潜在能力に期待をしたのかもね。以上のことを考えると、このトレードの軸になるのは郡司選手だ。球界全体で打てる捕手不足の中で、本来なら相当いい選手を獲得できるチップになり得るわよね。そこで中日が日本ハムから獲得したのが、宇佐美捕手と斉藤幸喜投手だ。まずここの選手を紹介して、トレードのレビューを行おう。斉藤幸喜投手は2014年にドラフト5位でオリックスに入団。入団3年目には変則のサイドスローに転向し、2020年には1軍で32試合に登板し、K% は 21.9%、BB% は 7.6% と、1軍の救援として9打点の成績を残したんだ。ただ、2021年以降は登板機会が減少し、2022年のオフにトレードで日本ハムに移籍したんだ。約半年の間に、2回もトレードになったのね。てか、中日は4回のトレード中、2回も救援型左腕を獲得してるじゃないの。ちなみに斉藤投手に関して立浪監督は、映像しか見たことないが、左打者にシュートを投げられると聞いている。1軍の中継ぎ左腕は福、上田がいますけど、2軍含め全体的に少ないので、期待はしている、と、コメントしてるな。明らかにトレードのメインとしては考えてないじゃないの。てか、どうしてプロ野球の監督って、左右のバランスを意識するのかな？そもそも右左関係なく抑えられる、打てるなら関係ないと思うのは私だけ？個人的にはそれは正しいと思うぞ。ジグザグ打線とか、編成の左右のバランスを妙に気にする人が現場にもファンにも多いが、本質的にはあまり重要じゃないと思うがな。で、話をトレードに戻そう。中日は2023年の6月15日に正捕手の木下選手が右手甲骨折で、長期離脱が確定。捕手の層が薄くなっていたこともあり、宇佐美選手に白羽の矢が立ったわけだな。立浪監督も、自分の印象ではバッティングが非常にいい、力強いなという印象。リード面であったり、肩の面であったり、今年ハムで開幕スタメンで出てるくらいですから、当然期待はしている。石橋が出てますが、ずっとはなかなか続かないと思う。2番手でなく、レギュラーを取るつもりでやってほしいと、かなり期待してることをあらわにしてるな。さっきの斉藤投手の時とでは、全然コメントの熱量が違うじゃないの。宇佐美選手は打てるキャッチャーってイメージだけど、キャリアを通してどんな成績を残してるの？宇佐美選手は2015年にドラフト4位で、巨人に入団。プロ2年目の2017年には、1軍でわずか45打席ながら4本塁打を放ち、打率3割5分、OPS1.072 と、破格の成績を残したんだ。この時のイメージで、打てる捕手宇佐美って印象が強いわ。おそらく多くのプロ野球ファンがそんな印象を抱いているだろうが、キャリア全体を通してみると、決して打てるとは言い難い選手なんだ。あれ？そうなの？ああ。宇佐美選手は2019年の途中にトレードで日本ハムに移籍してるが、2022年までのキャリア通算で291試合、691打席に立って、通算打率2割1分、出塁率2割6分9厘、OPS568 と、捕手としても許容できないレベルの打撃成績に終始してるんだ。え？最初の1年は何だったのってくらい、全然打ててないじゃないの。おそらく立浪監督の打てるイメージは、1年目の爆発から来てるのだろうが、打てる選手に分類するのはためらわれる成績だな。ただ、一応2022年にはキャリア最多の237打席に立って、自己ベストとなる5本塁打、OPS668 と一定水準の成績を残しており、正捕手の長期離脱が確定した中で、緊急的に獲得できるバックアッパー候補としてはこれ以上ない存在であることも確かだ。あくまで、その代償を考えないなら、悪くない選択ってことね。そうなんだ。問題はそこなんだ。話を聞く限り、ここで比較しても宇佐美より郡司、斉藤より山本って感じがするし、年齢のことも考慮すると、日本ハムの方が一方的に得したように思えてならないわ。
トレード時点のチーム状況的に速攻性が高いのはもしかしたら中日かもしれないが、木下、石橋選手の存在を考えれば、それも一時的に終わる可能性が高いだろう。そもそも現時点で石橋選手の方が宇佐美選手より打てる可能性高いし、将来性を考えたらなおさらでしょうし、石橋選手の出場機会を奪ってまで、宇佐美選手を起用する意図もよくわからないし、その速攻性すら必要なのか理解しがたいしね。どうしてこんな狙いがよくわからないトレードが成立しちゃうの？当然真の狙いは外部からはわからないし、立浪監督の意向がどこまで反映されているかはわからないが、立浪監督が就任期間中にどうしても勝ちたいというのが強いかもしれないな。立浪監督は2022年オフに保守の層の薄さについてたびたび言及しており、保守獲得を示唆していたんだ。正捕手に木下選手がいて、若手にも石橋、郡司、アリエル・マルティネスがいるっていう、これ以上ない状況でどうして保守不足に感じちゃえるのかしら。結果はマルティネス選手が保守への強いこだわりを見せて退団し、若手有望株であった郡司選手まで手放して、中堅保守の宇佐美選手を獲得。立浪監督の保守不足という認識が反映されてるような動きを見せてるわね。フロントとしては中長期的なチーム作りを目指していても、影響力のあるレジェンドから要望があれば、断りづらい部分もあるだろう。監督なんて成績が悪ければ、1、2年で解雇されるシビアな世界だから、どうしても短期志向になりがちだもんね。ましてや高校時代は甲子園を春夏連覇して、プロでも日本一を達成し、自身も名球会入りしたほどの監督だからな。成功を手にし続けてきた人にとっては、負けを許容して未来に投資する発想ってのはなかなか浮かばないかもね。そういう意味では立浪監督もあるし被害者かもしれないな。再建期を託すには、ちょっと適した人材だったようには思えないわね。当然フロントと現場の役割は別だが、多少は編成に理解がある監督だったら、この数年間で中日はもっとよりいい状況に進めた気がしてならないな。その点星野監督は GM としても敏腕で、ドラスティックにチームを再建する手腕に長けてたもんね。ベテランを放出して、数年後に活躍するであろう中堅若手を獲得するのは得意だった方だからな。現役時代に選手として星野監督のトレード術を見てた立浪監督としては、俺もやってやるぞ、と思ったのかもしれないけど、現時点ではあまり褒められたようなトレードにはなってないわね。当然トレードは移籍後の選手のパフォーマンス次第で、当初の意図や見込みとは違う結果になることもある。トレードされた選手にとってはチャンスだから、この移籍をきっかけに活躍する選手が一人でも多く出てくるといいわね。今回は平成中日失敗ドラフト史を紹介するぜ。ドラフト失敗企画の第4回ね。あれ？そういえば、新三大即戦力外ドラフトの時に2014年の中日を取り上げなかったっけ？21世紀のプロ野球でも屈指の暗黒ドラフトの一つとして取り上げたな。今回はその2014年を除く失敗ドラフト年度を紹介していくぜ。細かい選出ポイントは概要欄をチェックしてくれるとありがたいぜ。平成中日失敗ドラフト史、一つ目は1994年だ。この年の中日は首位とわずか1ゲーム差でリーグ2位。かの有名な 10.8 決戦で巨人に敗れて優勝を逃しはしたものの、得失点差54はリーグトップと、戦力的には優勝しててもおかしくないものがあったんだ。戦力的には余裕があったのね。ただ、完全に安泰とは言えず、野手陣の主力打者の多くは年齢が30代に達しており、中長期的に見て得点力を維持できる見込みは立ってなかったんだ。外国人選手の契約は短期的なものが多いし、ちょっと不安なスタメンね。まあ、一応覚醒前の26歳の山崎武史選手を保有してたし、核となるセンターラインには、25歳の立浪和義、27歳の中村武史もいたので、緊急性はそこまで高くなかったがな。野手に関しては即戦力というよりは、将来性の高い選手が求められてる状況だったのね。一方の投手陣は失点数リーグ最小とチームの強みになっており、29歳の山本昌が沢村賞を獲得し、23歳の今中慎二も197回を投げて防御率 2.88 と、ダブルエースが揃って好成績を残してたんだ。まだまだ数年間は活躍が見込める主力が2人もいたことを考えると、投手は補強の緊急性はないわね。実はそうとも言えず、先発は3番手以降がやや心もとない布陣で、各源氏が136回1三を投げて防御率 2.51 と好成績を残してたものの、年齢はすでに38歳と翌年以降の成績維持は見込みづらい状況。その他に目星先発候補は少なく、層の面ではやや不安を残す陣容だったんだ。一見緊急性はないように見えるけど、投手陣にも補強ポイントはあったのね。もし翌年の優勝を狙うなら即戦力性の高い投手。中長期的な戦力維持を求めるなら野手という状況で迎えたドラフトで、
中日はこの年の高校生ナンバーワンスラッガーと言われた横浜高校の木田翔一を1位指名。ベテランと外国人に長打力を依存した状況を危惧して、和製大砲候補を指名したわけね。ところが横浜と指名が重複し、抽選を外したため残念ながら木田選手の獲得ならず。いきなり暗雲が立ち込めてきてるじゃないの。その後の指名では立命館大学の金森隆弘投手を外れ1位で獲得。2位でも日通名古屋の山田博史投手を指名と、上位指名は投手ばかりとなったんだ。もともとは将来性の高い野手を獲得しようとしたけど、抽選を外したことで短期的な戦力補強に切り替えた形ね。抽選がある以上どうしても予定通りにはいかないこともあるので、この切り替え自体は悪いものではないな。もともと投手も補強ポイントだったしね。問題は選手の見極めだったんだがな。そこは読みづらいとこだけど、この企画で取り上げられるってことはそういうことよね。まず1位の金森投手は1年目に登板はなく、2年目のシーズン終盤にようやくプロデビュー。即戦力性を求められたけど、なかなか出番をもらえなかったのね。プロに登板目で初先発を任されたが、この試合では初回に2本の満塁ホームランを浴びてしまい、2回8失点で KO。 悪い意味でド派手なデビューを飾ってしまったのね。ちなみに1イニング2本の満塁ホームランは NPB 史上初の出来事で、不名誉な形で名前を残すことになったんだ。約20年後の今私たちにこんな形で紹介されてるんだから本当に嫌な記録の残り方よね。その後金森投手は1軍で登板することはなく、プロ入りからわずか5年後の1999年に戦力外となったんだ。なかなかの即戦力外じゃないの。ちなみにこの年のドラフトでは西口文也投手が西武に3位指名されてるんだが、もともとは中日が外れ1位指名候補としてリストアップしてたらしいぜ。結果論だけど、後に通算182勝するレジェンドをミスミス逃したってわけね。てか、2014年のドラフトの時も山崎康明投手狙ってたのを直前で切り替えて、逃してなかったっけ？まあ、歴史は繰り返すっていうからな。2位の山田投手もほとんど結果を残せずに、2001年にトレードで横浜に移籍。ちなみに山田投手は98年に1474万円の脱税が発覚し、懲役10月と執行猶予3年の刑罰が下され、その年はシーズン序盤5週間の出場停止処分を受けたんだ。1、2揃って不名誉な形で歴史に名を残してしまってるじゃない。これだけでもなかなかにインパクトのある失敗ドラフトね。3位以降は4名の野手を獲得したんだが、3位の山田浩二内野手は出場わずか19試合で、2000年に引退。4位の原田選手もわずか37試合の出場で2001年シーズン途中にトレード移籍。5位の三輪選手は1軍出場なく、2001年に引退となってるな。1から5位まで全くと言っていいほど戦力になってないじゃないのよ。この当時にネットがあったら、初代即戦力外ドラフトとしてネタにされてたでしょうね。一応6位で獲得した大西隆之選手がスーパーサブとして活躍したこともあるので、即戦力外ってわけでもないんだ。なんだ、活躍した選手もいるんじゃない。大西選手は外野の貴重なバックアッパーとして重宝されて、2002、2003年は規定打席こそ未到達だったものの、2年連続で100試合以上出場し、打率3割、OPS790 以上をマークしてるんだ。全く戦力アップにつながらなかったわけではないのね。とはいえ、大西選手はキャリアで一度も規定には到達しておらず、サブの域を脱することはなかったんだ。全体で見ると、かなり実りは乏しかったドラフトになってるのね。ちなみにだが、この年のドラフトはなかなか豊作年となってて、一番のドラフト成功者は後の名球会選手である宮本慎也、稲葉篤則を同時に獲得できたヤクルトだな。一度のドラフトでその二人を指名してるってめちゃくちゃすごいじゃない。10年に1回のあたりレベルを二人も同時にだ。わかる人にはわかる名言きたな。その他の球団も横浜が田村仁、相川良二、広島は島重信、高橋健、山内康之、横山雄志を同時に獲得してるな。同一リーグのライバル球団が着々と戦力補強成功した中で、水を開けられる形になったのね。てか、この年結構豊作年のドラフトじゃない。今紹介した選手以外にも、城島健二、サブロー、黒木智弘、尾関達也、北川博俊、川尻哲郎などがプロの門を叩いてるな。これだけの逸材が多かった年にほとんど戦力になった選手を獲得できてなかったってのも、なかなか暗黒ポイント高いわね。平成中日失敗ドラフト史、二つ目は2002、2003年だ。失敗ドラフトが2年連続で続いちゃってたの？
この時期の中日はドラフト上位で獲得した野手がことごとく戦力にならず、それが2010年代の暗黒期をもたらすことになるんだ。2000年代の黄金期の裏で、ひっそりと暗黒時代の影が忍び寄ってきてたわけね。1年ごとに個別に見ていこう。2002年の中日は貯金3で、首位と 15.5 ゲーム差のリーグ3位。めちゃくちゃ離されてるってことは、あまり戦力は良くなかったの？いや、実は得失点差は44でリーグ2位と好成績。この年は巨人が86勝を挙げて勝率6-23と歴史的な大差で優勝したんだが、その得失点差はなんと206。この得失点差は1959年以降のセリーグでは歴代2番目に多い値なんだ。とんでもなく強いチームがいたから優勝できなかったけど、中日も戦力的には悪くなかったわけね。補強ポイントはどこだったの？投手陣は失点数502点でリーグ2位。1位巨人の485点とはわずか17点差と投手力は高いものがあったんだ。ここを見ても27歳の川上健進、21歳の朝倉健太が揃って180イニング以上&防御率2点台を記録。さらには26歳の小笠原隆、24歳の山井大輔を保有しており、向こう数年は投手力を維持できそうな見込みがあったんだ。緊急性もないし、投手の補強優先度は高くなかったのね。野手陣は得点力546でリーグ3位。本拠地が広い名古屋ドームであることを考えれば十分9大点と、現有戦力は大きな問題なかったんだ。どちらかといえば、中長期的な観点で問題があったの？そうだな。野手では27歳の江端博和、25歳の荒木正宏、福留孝介、24歳の森野正彦がいて、数年間は高い戦力を維持できる見通しが立ってたんだ。後の黄金時代のメンバーじゃない。投打ともに現有戦力には大きな問題がないことを考えると、将来を見据えてスケールの大きい選手を指名するのがベターな状況だな。優勝を逃したから即戦力が欲しい、ってなりそうな状況だけど、戦力が充実してる時こそ未来への投資をしておきたいわよね。当時の中日フロントは状況を理解してたようで、一巡目指名ではこの年の高校生ナンバーワン内野手と言われた、明徳高校の森岡良介を指名。その後3巡目、7巡目指名でも和製大砲候補の桜井良美、狭中のルベルト。5巡目では将来の先発ローテ候補の大型左腕長峰昌司などの多くの高校生を獲得し、未来への先行投資的なドラフト戦略を取ったんだ。あれだけ巨人にシーズンでぶっちぎれたのが幸いして、中長期的な観点で見れたのかもね。実はこの年は松坂世代の大学生が卒業する年度で、投手は和田剛、荒垣渚、久貫宏、長川克弘。野手は村田修一、後藤武俊らの逸材が注目を集めており、即戦力路線に行ってもおかしくない状況だったんだ。その状況でチーム状況を冷静に見極められたのすごくない？他球団が大学生を狙いに行く分、高校生を競合のリスク少なく獲得できるチャンスでもあるからな。戦力的には冷静かつ狡猾だったってことじゃない。なのにどうして失敗ドラフトになるのよ。戦略とスカウティング、育成はまた別物だったりするからな。一巡目で指名した森岡は立浪二世として大きく期待されたが、一軍戦力が充実してた影響もありあまり出場機会を与えられず、そんな中で2008年には首脳陣とのトラブルも発生してしまい、その年のオフに戦力外通告となったんだ。新三大平成中日首脳陣しくじりし、でも取り上げたけど、事実ならなかなか胸クソ悪い事件だったもんね。詳しくはそちらを見てもらうとして、さらに桜井、狭中の二人も一軍出場なく早々に引退と、期待の高校生野手3名はほとんど成果を上げられなかったんだ。この年のドラフトのコンセプト崩壊しちゃってるじゃない。長峰投手は先発や救援で登板機会を与えられたものの、大きな戦力になることなく2011年に戦力外。4巡目の上大輔、港川正隆は出場なく引退と、なかなか壊滅的なドラフトになってるぜ。2014年のドラフトは何人かバックアッパーとして一軍出場機会を得られたことを考えると、この2002年の方がひどくない。実は94年のドラフト同様に、この2002年も一人だけ戦力になった選手がいるんだ。全滅とはいかなかったわけね。6巡目の小林正人投手は左殺しのワンポイントリリーフとして知られた投手で、通算293試合に登板。巨人の安倍晋之助キラーの異名がついたほどだもんね。指名順位を考えれば十分な成果と言えるが、キャリアの大半をワンポイントで起用されたため、通算投球回数は167回3分の1。
先発投手なら1シーズンで消化しちゃうようなイニングと考えると総合的な貢献度は微妙ね。そう考えると、この年のドラフトが多くの実りをもたらしたとは決して言い難いものに終わったんだ。この年は大卒が豊作だったから、そもそも求めてた高校生の逸材が少なかったりしたの？いや、高卒組でも坂口智隆、西岡剛、吉村勇気、投手指名されながら後に野手として大成する高井雄平など、当時の中日の需要を満たす選手はそれなりにいたんだ。またも豊作ドラフトで戦力強化に失敗してたわけね。戦力状況がほとんど変わってないので続けて2003年も紹介すると、この年もまた1巡目では高校生ナンバーワン内野手とも言われた、中京高の中川勇気を指名。この時期は未来への投資が続いてたのね。何度も言うが戦略自体は間違ってないな。ただこの中川選手もまたほとんど1軍出場なく、2011年に現役引退。あらら、また壊滅的なドラフトになったのね。全く成果がなかったわけではなく、4巡目の佐藤満投手が2006年に9勝を挙げたり、6巡目の堂上武宏選手がサブとして活躍したりもしてるんだ。ただ、いずれもスポット的な活躍でしかなく、この年のメンバーの中では規定打席と投球回数に達した選手は不在。2年連続で規定到達者いないって、なかなかきついわね。後に戦力が先細っていった原因がよくわかるだろう。主力になった投手がいるので今回取り上げてないが、2000-2001年も決して大きな成果をもたらしたとは言い難く、2000年代前半に将来的な主力となる選手を保有できなかったことが、2010年代の暗黒期につながったことは明白だろうな。唯一大成した鉄平選手もトレードで放出してるしで、失策が続いた時期だったのね。平成中日失敗ドラフトし、3つ目は2007-2008年だ。ちょっと待って、2000年代のドラフトひどすぎない。一度や二度の失敗でもなかなか取り返すのが難しいのに、一ディケイドでこれだけ多くの失敗ドラフトしてれば、後の暗黒時代は必然だな。この年の中日はリーグにいながら、ポストシーズンを勝ち上がり、53年ぶりの日本一に輝いたんだ。落合博満監督就任後の4年間でリーグ優勝2回、日本一1回と、まさに黄金時代の真っ只中にいたんだ。一軍の結果と、ファームの育成状況のコントラストが強いわね。得失点差はリーグ2位の67と好成績で、失点数はリーグ最小で、得点数も2位と現有戦力に大きな問題はなかったんだ。問題は次世代の野手ってことよね。しかもこの時は先ほどより状況が逼迫しており、2007年オフに福留、2008年オフに川上が FA でメジャー挑戦と、投打の主力の対談が続いた時期だったんだ。ドラフトまでは移籍するかまだ未定だったとはいえ、FA 権取得が近づいてたんだから、本来なら十分な備えをしておかなければならない状況よね。そんな状況で2007年の中日でレギュラー最年少は29歳の森野。これまでにドラフト最上位で獲得した前田、森岡、中川らのファーム成績は芳しくなく、中長期的な展望は危険水域に達してたんだ。この時点で有望視してた若手のポテンシャルをどう見込むかだけど、事実を知ってる現代の目線で見ると、手遅れに近い感じはしちゃうわ。一応2005年に平田洋介、2006年に堂上直道、福田信正をドラフトで指名して、引き続き次世代の主力候補を獲得してたが、将来の核となるプレイヤーが欲しい状況だな。この状況で中日はまず高校生ドラフト1巡目で、高校生ナンバーワン投手と言われた佐藤義則を指名。野手じゃなくてピッチャー指名してるじゃない。まあ、一応野手は有望株を立て続けに獲得してたし、投手も投手で川上流出のリスクはあったので、決して悪い選択とは言えないな。まあ、佐藤投手の抽選を外しちゃうんだけどな。ここから歯車が狂っていくのね。二度目の入札でも岩崎翔投手の指名が重複してしまい、しかも抽選を外したんだ。指名した選手自体は悪くないけど、くじを外しまくる不運に見舞われたのね。結局3度目の入札で、浦和学院の赤坂和幸を獲得してるな。赤坂選手はどんな選手だったの？高校時代は投手ながら通算58本塁打を記録したスラッガーでもあり、野手として評価する球団もあったんだ。スケールの大きい素材型って意味では、補強ポイントには合ってたのね。ただ投手としては目立った成績を残せずに2010年オフに外野手へ転向。転向後も大成することはなく、2017年に戦力外通告となったんだ。さっきからそもそもほとんど一軍で出場できないパターン多くない？まあ、一軍戦力が充実してたってのもあるが、後に一流になる選手はそれでも押しのけていくもんだからな。高校3巡目の樋口投手は一軍登板なく、わずか2年で戦力外となってるな。しかも在籍期間短い選手も結構いるし、そもそもの選手の見極めに問題があった感は否めないな。この年は全く成果がなかったわけではなく、代打ドラフト1巡目の山内総馬投手が2012年248回を投げて10勝をマーク。
なんだ。ちゃんと主力級の活躍をした投手がいるんじゃない。ただ目立った実績を残したのはこの年限りで、以降は成績を下降させていき、2015年には戦力外通告を受けてるな。プロの世界は成績維持するのが厳しい世界なのね。山内投手が活躍した2012年はいわゆる統一球が導入されてた時代で、投手は成績を残しやすい時だったんだ。細かいスタッツを見ると奪三振の割合を表す K パーセントは 11.5% とかなり低く、おそらくではあるがボールが飛びにくく、かつ広い名古屋ドームで、守備力高い中日野手陣に助けられた側面は強く、それが継続して成績を残せなかった一因のようにも思えるな。打たせて取る山内投手みたいなタイプにとっては天国みたいな環境だったのね。実際山内投手は統一球が撤廃された2013年以降、成績を大きく下降させてるな。代打3巡目で指名された谷哲也選手は内野のバックアッパーとして出場機会を得たが、レギュラー定着には至らず、通算198試合の出場で、2018年には現役を引退してるぞ。なぜ中日に暗黒時代が訪れたのかがよくわかる企画ね。私が中日ファンなら途中で視聴をやめちゃうわ。2000年代前半に獲得した将来の主軸候補になかなか芽が出ない状況が続く中、2008年の中日はドラフト1位で日本通運の野本圭を指名してるんだ。あれ？ここで路線を変更して社会人選手を獲得してるの？実は2008年の中日は得点力リーグワースト。しかも主力野手全員が30代と超高齢化しており、すぐにでも戦力になる選手を欲してたんだ。ドラフトがうまくいってなかったツケが一気に吹き出した形ね。これだけ危機的な状況なことと、高卒選手をことごとくものにできなかったこともあっての、大卒社会人1位指名になったわけだ。当時の元選手を見た立浪選手が、久々にドラフト1位らしいドラフト1位、と、若干皮肉も込めたような言い回しで野本選手を評価してたな。今日の話を聞く限り、その嘆きにも似た表現したくなる気持ちもわかるわ。即戦力での活躍を期待された野本選手は1年目から1軍で出場機会を得たものの、思うような成績を残せず、2年目218試合で277打席に立ったのをピークに年々出場機会を減少させていき、2018年に現役引退。結局レギュラーとして活躍することは一度もなかったのね。それ以外では2位の伊藤純喜、5位の岩田真嗣、6位の小熊洋介らがスポット的に活躍することはあったものの、いずれの投手も規定投球回数をクリアすることなく、現役を引退。これまでに紹介した4つの年度と比べるとポツポツと戦力になった選手いる分マシだけど、主力になった選手は不在で、決して成功ドラフトとは言えない結果に終わってるわね。しかし、これだけドラフトから戦力を供給できない状態が続いて、よく黄金時代を築けたものね。この時期の中日は選手補強やスコアラーなど、人件費にかなりお金をかけてたからな。谷重元信、タイロン・ウッズ、和田和弘、中村典弘とか、他球団で活躍してたベテラン選手を獲得して戦力を維持してたもんね。生地そこで好成績をキープできてたことで、次世代の礎を築けてないという問題が表面化しなかった弊害が出たとも言えるな。ダメ押しかのように落合 GM 機の大卒社会人路線のドラフトが続いて、ファームは焼け野原状態になったし、あの黄金時代当時の中日ファンに7年連続 B クラスが続きますよって教えても、絶対信じないでしょうね。まあ、2015年以降はドラフトで有望株を揃えることに成功しており、状況は改善されてきてるんだがな。確かに最近の中日は投手なら小笠原慎之介、高橋宏斗、野手では石川昂弥、岡林勇気、土田祐久、石橋康太選手とか、他球団が羨むほど若手の有望株選手を揃えられてるもんね。全員が全員期待通りの成長するとは限らないが、数年後が楽しみな球団であることは間違いないな。ドラフトの成果が出るのは早くて5年、長いと10年かかるとも言われるけど、2010年代後半に蒔いた種が芽吹く2020年代に中日が黄金時代を迎える可能性は十分あるわね。その有望株たちを現場がしっかり使いこなせるのか、いささか不安ではあるがな。マリサはいつも一言余計ね。プロ野球史上最高齢の新人選手の年齢を知っているか？28歳くらいとか？惜しい、実はドラフト指名時の最高齢は30歳なんだ。30歳、選手によっては引退もちらついてくるような年齢じゃないの。一体いつのなんて名前の選手？市村典夫。1982年のドラフトで、中日が3位指名したピッチャーだ。ドラフト制度導入間もない1960年代の話かと予想してたけど、昭和の終わり頃の話だったのね。しかも結構高い順位の指名だし、ドラフト指名時の30歳5ヶ月は最高齢であり、30代での指名も2022年時点では史上唯一の例なんだぜ。
余談だが2019年のプロ野球選手の平均年齢が 28.2 歳であることからも、いかに異例の指名だったかわかるだろう。普通はパフォーマンスが落ちていく年齢だし、当時の中日首脳陣はよほど活躍するという確証があったのね。で、肝心の成績はどうだったの？市村投手はキャリアの大半を対左打者用のワンポイントリリーフとして起用された投手だ。ルーキーイヤーの83年は44試合に登板して、防御率 3.10 とまずまずの成績。ただこれがキャリアハイとなってしまう。2年目以降は年々登板機会を減らしてしまい、プロ4年目の開幕直前に西武へトレードされたんだ。わずか3年間でリリースされちゃったのね。西武でも移籍1年目は37試合に登板して、防御率 3.00 と戦力になったが、2年目以降は登板機会が減少。結局プロ6年目となる1988年限りで、現役を引退しているな。通算登板数は163試合で、投球回数150回3分の1、防御率 3.95、5勝2敗1セーブという成績を残している。30歳でデビューして、37歳までやれたことはすごいけど、やはりバリバリの活躍は難しかったという印象を受けるわ。投手は野手と比べて選手としてのピークが20代半ばで訪れて、30歳以降はパフォーマンスを落としやすいという統計もある。20代後半のルーキーを獲得して大きな戦力となったとしても、もってその数年ってことね。そのことを考えれば、市村投手は十分やれた方だが、デビューイヤーがキャリアハイだったことからもわかる通り、多くを望むのは酷だったと考えるべきだろう。高齢の新人投手をドラフトで獲得するのはそれなりのリスクも伴うってことがわかったわ。てか、いきなりどうしてこんな話を始めたの？今日は上位指名されたにもかかわらず、即戦力外だったオールドルーキーたちを紹介しようと思ってな。貴重なドラフト上位リソースを使った選手が即戦力外って、結構悲惨な話ね。入団後すぐに衰えが始まるのは織り込み済みだとしても、せめて即戦力にはなってくれないと首脳陣は泣きたくなるわね。そもそもなぜ指名したのかと、当時のファンはファンで泣きたくなるだろうがな。それでは本編に入っていこう。ちなみに今回は平成の上位指名選手を対象とさせてもらってるぞ。上位指名なのに即戦力外だったオールドルーキーたち。一人目は2004年に中日が自由獲得枠で獲得した樋口辰巳投手だ。樋口投手は北林港高校、九州国際大学を経て、JR 九州に入社。社会人に進んだ後はなかなか結果を残せなかったが、2003年に補強選手として初の都市対抗野球に出場。翌2004年は予選 MVP に輝く活躍で、チームを都市対抗野球に導くと、本大会では全試合に先発し、チームに46年ぶりの勝利をもたらしたんだ。結局この年の都市対抗で JR 九州は68年ぶりのベスト8を達成し、秋の日本選手権にも出場。長年低迷してたチーム躍進の原動力になったのね。樋口投手は何歳でプロ入りしたの？指名時点で28歳と6ヶ月だな。開幕の頃にはほぼ29歳ってことね。ちなみにこの28歳と6ヶ月というのは、2019年の時点で史上11番目に高齢で、平成に限っては4番目に高齢となっている。近代野球においてはかなりのオールドルーキーだったんじゃない？ちなみに2005年のドラフトで創設間もない楽天が、29歳の山崎貴弘、28歳の草野大輔を獲得したことを考えると、平成のドラフト史の中で、いかに樋口投手が異例な存在だったかがわかるだろう。実質平成では2番目に高齢だった選手ってことね。2000年代頃には、オールドルーキーを獲得するリスクがかなり明るみになっていたでしょうから。それでも指名したってことはよほど即戦力投手が欲しかったの？2004年の中日は落合博満監督就任1年目のシーズンで、2位に 7.5 ゲーム差をつけてリーグ優勝を果たしている。得点数623はリーグ5位とチームの弱点となっていたが、失点数558はリーグ1位で、投手陣はチームのストロングポイントだったんだ。めちゃくちゃ投手力が充実してるじゃないの。即戦力投手を獲得する必要なんてなかったんじゃないの？即戦力の必要はなかったかもしれないが、投手を補強する必要がなかったかと言われればそうでもない。この年の中日は29歳のエース川上健進が192回3分の1を投げて、17勝をマークし、沢村賞、MVP、ベストナイン、ゴールデングラブ賞と圧巻の出来で投手陣を牽引していた。2番手以降の投手を見てみると、39歳の山本昌が148回、29歳のドミンゴが146回を投げて、共に防御率3点台で2桁勝利をマークしている。やっぱり現有戦力は問題ないじゃない。ただ川上投手は近い将来の FA 権取得が迫っている。また山本投手はかなりベテランになっており、いつまでも頼っていられない状況だ。外国人投手は契約が短期的になることが多いことも考えると、
ドミンゴ投手も中長期的な戦力としては計算しづらいと考えるべきだ。この年の先発3本柱を中長期的な戦力として計算するのは、編成的にはややリスクが高い状況だったわけか。先発3本柱以外に、100イニング以上を消化した先発投手は不在。23歳の朝倉健太がいたとはいえ、決して先発投手陣の層が厚かったわけではないんだ。投手にドラフト最上位のリソースを割いたのも理解できる状況だったのね。打線は確かに得点数に課題を残していたが、この年は OPS 936を記録していた福留孝介が故障の影響で92試合の出場にとどまっていた。福留選手が翌年フルで出られれば、得点力を増加できる見込みがあったのね。加えて、この年45本塁打を放ち2年連続で本塁打王に輝いていた横浜のタイロン・ウッズ選手がシーズン終了直後にベイスターズ退団が決定した。そこで中日はドラフトが行われる前の11月11日の段階でウッズ選手の獲得競争に乗り出すことを表明。中日がウッズ選手を獲得したのはドラフト後の12月2日にはなるが、実はドミンゴ投手とウッズ選手の代理人は同じであったことから、中日は早い段階でウッズ選手獲得が濃厚になっていたんだ。ドラフト以外の補強手段で打線を強化する算段ができてたのね。また、この時期の中日のドラフト戦略は2001年から2003年にかけて、3年連続で高校生野手をドラフト1巡目で獲得するなど、野手強化を目論んだ指名が続いていたんだ。結果的にその時期に指名した選手の中から、後の主力選手は出なかったけど、この時点での若手有望株野手を複数人保有できてたのね。そうした事情もあって、この2004年の中日は1巡目から6巡目まで投手を指名するなど、投手に高いプライオリティを置いたドラフトを敢行したってわけだ。チームも優勝してたこともあって、思い切った戦略を取ったのね。この戦略は一定の成果を得る。2巡目で獲得した中田健一投手は1年目から1軍ローテで起用され、86回3分の2を投げて8勝をマーク。2年目も7勝を挙げると、3年目には初めて規定投球回数に到達して、14勝を記録したんだ。その後は年度ごとの成績にムラがあったものの、FA で退団する2013年までの9年間で61勝するなど、即戦力の期待に応えたんだ。指名された選手一覧を見てると、その他にも河合進、鈴木義弘、石井優也投手など、スポット的に活躍した投手はいたのね。で、樋口投手はどうだったの？樋口投手はプロ3年間で一度も登板することなく、2007年に戦力外通告を受けて退団してるな。は。29歳のオールドルーキーが一度も登板せずに退団。普通はダメでも一軍で投げさせてみるものじゃないの？樋口投手はヘルニアもあって、コンディションが上がらず、登板することもままならない状況が続いてしまったんだ。どうしてそんな投手を取ったのよ。一般的にスポーツ選手は加齢するごとに、故障リスクが高まっていくものだ。残念なことに、そのリスクがもろに現れた格好だな。ちなみにだが、中日の歴史上、一軍で一度も登板せずに引退したドラフト1位は2人しかいない。1970年の氏家正幸投手とこの樋口投手だけなんだ。ってことは、言い方悪いけど、平成の中日はアストドラ1がこの樋口投手ってこと？高い契約金払っていることも考慮すると、そう言わざるを得ないだろうな。ご存知の通り、この後の中日は吉見和樹、ジェンウェインなどの台頭もあり、高い投手力をキープし続けたため、樋口投手に批判の矛先が向くことは少なかった。同期の中田投手が即戦力で活躍したし、この時期の中日は黄金時代を迎えてたしね。チーム状況が良かったので笑い話にできるファンも多いだろうが、中日の歴代でもワーストのドラ1だな。そもそもなんでそんな投手を取ったのよ？他に即戦力候補はいなかったの？実はこの2004年のドラフトは投手が豊作だった年で、自由獲得枠の中には能見篤、久保康友、金子千尋がいるな。めちゃくちゃいい選手いたんじゃないの？まあ、自由獲得枠は事前の交渉やコネクションなどが関係してくるからな。ただ、高校生の中にもダルビッシュ有、涌井秀明などの超逸材投手たちもいた。実はスカウト部門トップの中田宗男編成部長は、フロントに涌井秀明投手の獲得を強く推したそうだ。え？いいところに狙いをつけてたんじゃないの？ただ、当時の落合監督から、いいのはわかるけど、今年は高校生はいらない。大学生か社会人で行ってくれ、と要望されたそうだ。球団は落合監督の強い要望に従って、11人を全て大卒、社会人で固めた超速戦力主義のドラフトを行っている。落合さんは GM になってからもそうだけど、社会人や大卒組を好む傾向にあるもんね。
落合氏について一つだけはっきり言えるのは、編成に関してはかなり突っ込みどころが多いんだ。選手、監督としては文句なしの実績を上げてるけど、チームビルディングに関しては疑問の残る点が多々あるよね。ドラフト間際になって新たな即戦力探しに動いたスカウト陣だったが、主要選手は他球団と相思相愛が成立済み。そこで白羽の矢が立ったのが樋口投手だったってことね。実は西武が先に職種を伸ばしていたそうだが、樋口投手本人がセ・リーグを希望していたことと、ボーボが中日ファンだったこともあり、中日が逆転で樋口投手を獲得することになったんだ。西武も目をつけてたってことは、怪我さえなければ樋口投手も活躍してたのかもね。運命の面白いところは、自由枠を奪われた西武が涌井投手を単独指名して獲得。その後の涌井投手の活躍はここで語るまでもないだろう。面白いことに、涌井投手は2023年からはドラゴンズでプレイしてるのよね。数奇な運命が巡ってきて、中日涌井が誕生したわけだな。マリサ、あなたもしかして樋口投手だけを語っても尺が持たないから、いろんなバックボーンとかサイドストーリーを紹介したんじゃないの？バレたか。何せ一度も一軍でプレイしてないし、かといって本人がプライベートで問題を起こしたわけではないからな。それと単純に、なぜ当時の中日が29歳の投手に自由獲得枠を割いたのか気になったんだ。結果だけ見ると全く戦力になってないけど、当時のチーム状況を考えれば、ギリなくはない選択肢だったってことは分かったわ。そう言ってもらえるとありがたいな。二人目に紹介するのは、2006年に広島が希望入団枠で獲得した宮崎道人投手だ。宮崎投手は智弁和歌山高校時代に春夏連続して甲子園に出場したものの、自身は故障の影響もあり、主戦級の活躍はできなかったんだ。高校卒業後はホンダ鈴鹿に入社し、1999年にはシドニーオリンピックの代表候補選手にも選ばれたんだ。五輪代表候補に選ばれるくらいの選手だったのに、それからプロ入りまでに結構な時間がかかってるのね。社会人入社後はプロ入り当落戦場をさまよっていた宮崎投手だが、転機が訪れたのが9年目のシーズン終盤だ。コーチからフォーム転向を提案された宮崎投手は、入社10年目を最後の年にしようと考えていたこともあり、思い切った改造を決意。これがバッチリハマり、球速がコンスタント240キロ後半を計測するようになり、速球で押すスタイルへと変貌したそうだ。大胆なフォーム改造が功を奏したのね。そんな宮崎投手には10年目の春の段階でプロから誘いもあったそうだが、宮崎投手は断っていたそうだ。どうして？せっかく掴んだチャンスじゃないのよ。宮崎投手はすでに結婚して子供も一人生まれており、27歳の時には鈴鹿に家を建ててたんだぜ。それは確かに慎重にならざるを得ないわね。ホンダ鈴鹿で安定した人生を送るという選択肢は悪いことではないし、年対抗後にもプロから改めて誘いがあったそうだが、これも断ったそうだ。ただどうしても諦められなかった広島側が、日本選手権終了後に、希望枠ならどうか？と声をかけられたそうだ。希望枠なら高額な契約金や年俸はもちろん、お前が絶対に必要なんだっていう、強い意志を感じられるわね。低い順位で獲得して、使い潰したら終わりって球団もないことはないからな。家族の理解もあったことで、宮崎投手はプロ入りを決断したそうだ。広島って高卒が好きで、高コストの自由枠とか逆指名はあまり使わないイメージあるから意外だわ。使わないのか、使えないのかは過去の動画を見てもらいたいところだが、広島が希望枠逆指名で選手を獲得するのは、2002年の長川勝弘投手以来4年ぶりのことだったんだ。長川投手もそうだし、山内康之、沢崎俊和、黒田博樹とか、広島がそれなりにコストを抑えた時はそれなりに当たるよね。ひょっとしたらだが、資金力に乏しい広島がお金をかけたということは、よほど当たる算段があったのかもな。でも、この宮崎投手に関しては失敗したんでしょ？のっけから悲しいこと言うなよ。そもそも当時の広島はオールドルーキーを最上位指名する必要があったの？結論から言うと、その必要はなかったな。あなたもなかなか辛辣じゃない。まず宮崎投手が指名された時点で、すでに28歳とかなり高齢であり、子連れルーキーと話題になったりもした。ってことはルーキーイヤーは29歳のシーズンだったわけね。これだけのオールドルーキー獲得が許容できるチーム状況とは、ズバリ1、2年以内に優勝を狙いたい時だ。ピークはもって3年くらいと考えたら、そうなるよね。ただ2006年の広島は首位と25ゲーム差のリーグ5位で、これで9年連続 B クラス。最後に優勝したのは1991年と、長きにわたる暗黒時代を迎えていたんだ。首位と25ゲーム差ってことは、戦力も整ってなかったんじゃないの？得失点差マイナス99はリーグワースト。得点数549はリーグ最下位で、失点数648もリーグ5位と、投打ともに大きな問題を抱えていたんだ。何から手をつけていいのやら状態ね。
ってか、当時の広島って本拠地は旧市民球場よね。超ヒッターズパークだったことを考えると、野手の得点数リーグワーストって大問題じゃない？ご名答。そもそも野球のチームビルディングにおいて、優先的に考えるべきは野手である。野手は投手と比べて、一軍戦力化するまでに時間がかかるもんね。逆に投手は即戦力性が高いポジションではあるが、その分故障リスクも高いため、中長期的な計算が立ちづらい。理想は野手を先に整えてから、上位を狙うタイミングで投手をドラフト上位で獲得したり、外国人や FA で補強することよね。当時の広島の野手事情は35歳の前田智則や、38歳の尾形浩一選手が主力として起用されていた。また主砲の新井貴弘選手は FA の取得が近づいているなど、野手は現有戦力の維持すら見込みづらい状況だったんだ。ただでさえリーグワーストレベルの野手陣が、さらに弱体化する可能性すらあったのね。加えてこの年に189回を投げて、防御率 1.86 を記録していたエース黒田投手に移籍の可能性があった。確かこの年は男気残留したけど、結局翌年のオフにメジャー挑戦することになったのよね。そうなんだ。投手陣もまた現有戦力を保てるかの見通しすら立っていない状況だ。仮にこの年のドラフトで即戦力の選手を獲得できたとしても優勝争いは難しい状況だし、本来は若い選手にリソースを割いたドラフトを行うべきよね。この年は高校と大学社会人が分かれた分離ドラフトであったため、高校生ドラフトでは前田健太、相沢翼という強豪あたりを獲得している。その二人だけでも、この年のドラフトは大成功と言えるじゃないの。その一方で、大学社会人ドラフトでは前述の宮崎投手以外にも、3巡目でトヨタ自動車上野博文、4巡目で日産自動車青木貴弘と、社会人投手を立て続けに指名している。戦略的には大学社会人ドラフトでも、大学生とか高卒社会人の若い選手を獲得するべきだったのよね。これは推測だが、高校生ドラフトがあったため、大学社会人ドラフトでは即戦力投手の補強に動いたように思える。謎に一つのドラフトでの年齢バランスを取りたがる傾向あるけど、若くて優秀に越したことはないわけだからね。前田、相沢選手が大活躍したことであまり問題視されていないが、2006年の広島のドラフト戦略自体はやや疑問が残る部分もあるな。獲得した選手が指名戦略のまずさを打ち消すだけの活躍をしてくれれば問題なかったが、宮崎投手のプロでのキャリアは期待に応えたとは言い難い。1年目は先発、救援の両方で起用され、31登板で72回3分の2を投げて、防御率 4.83 の成績に終わっている。29歳の即戦力候補としてはかなり物足りない成績ね。2年目は主に先発を任されたが、47回を投げて、防御率 6.89 とかなり打ち込まれてしまったんだ。かなり成績悪化してるじゃないの。この年は制球力を重視したモデルチェンジを試みたが、それがかえって球威不足を引き起こし、自身の長所を消すことになったそうだぜ。数字で見ても K% は 14.3 から 9.5%、BB% は 8.3 から 11.3% と、奪三振が減って、四死球が増えてしまっているぜ。どっちもリーグ平均以下で、何の特徴もない選手になってるじゃない。これが投球スタイル変化の代償だったのか、単に加齢による衰えだったのかは怪しいところではあるぜ。ましてや大学社会人を経てプロ入りするタイプの場合は、高卒選手と比べてスケール感に乏しく、かつ伸びしろも多く残されていないことが多いからな。高卒、大卒の2年目だったら、翌年以降の成長に期待できるけど、これだけ高齢だと基本は落ちていく一方だしね。宮崎投手の3年目はファームでも防御率 5.49 と打ち込まれ、入団以来初の一軍登板なしに終わった。結局4、5年目も一軍登板することなく、2011年のシーズンをもって現役を引退されてるな。高齢選手を獲得するリスクが顕著に現れた格好ね。もちろん当時の広島のスカウト陣は宮崎投手を即戦力と見込んだのだろうが、よほどプロで活躍する見込みがない限り、オールドルーキーの上位指名はリスクが大きいぜ。かつてソフトバンクで活躍したセッツ投手みたいに、ドラフト5位くらいで指名するならわかるけど、チームの命運を握るドラフト上位枠を使うには、ちょっとリターンが見合わない気がするわ。仮に即活躍したとしても、投手回収する前に衰えが発生しちゃう可能性もあるしね。このドラフトも樋口投手の件と同様に、同期の選手たちが補ってあまりある活躍をしたため、あまりやり玉に上がることはないが、ドラフト戦略、選手の見極めという意味では、かなり問題の大きい指名だったと見るべきだろう。選手の結果が出ないことは仕方ないことだけど、当時のチーム状況にマッチした指名ではなかったわね。3人目に紹介するのは、2002年にオリックスが2巡目で獲得したマック・スズキ投手だ。確か元メジャーリーガーで、逆輸入で NPB 入りした選手なのよね。そうだな。
マック鈴木投手は滝川第二高校に入学したものの、高校1年生の時に傷害事件を起こし、学校を退学。その後も日本国内ではトラブルが絶えなかったこともあり、アメリカへ留学することになったんだ。なかなか波乱万丈なスタートね。渡米後はマリナーズとマイナー契約を結び、1996年7月7日にメジャーデビュー。村上正則、野茂英雄に次ぐ3人目であり、NPB を経由しない初の日本人メジャーリーガーでもあったんだ。ある意味でのパイオニアだったわけね。マリナーズでは思うような結果を残せなかったが、1999年のシーズン途中に移籍したロイヤルズでは先発の機会を得るようになっていく。メジャーでのキャリアハイはロイヤルズ時代の2000年。この年は初完封を含むシーズン8勝を記録し、188回3分の2を投げて、防御率 4.34 と、ローテ投手としてはまずまずの成績を残したんだ。日本の高校野球すら完走してない選手が、これだけやれたってのは日本の野球史に残る出来事だったんじゃない。2002年にロイヤルズを戦力外になったマック鈴木投手は翌2003年から NPB でプレイする意向を表明。メジャーで先発として通用したのは2002年のみだが、この時点でまだ28歳と若く、その去就には大いに注目が集まったんだ。日本に来日する外国人投手でも、年間通してメジャーでローテを回ってた経験がある投手の方が珍しいし、日本人枠で獲得できるなら結構美味しい話だもんね。ところがマック鈴木投手は NPB 経験がないため、日本でプレイするにはドラフト会議での指名が必要だったんだ。そんなうまいだけの話があるわけないか。マック鈴木投手に一番興味を示していたのはヤクルトで、スワローズでのテストでは当時の若松監督が自ら打席に立ってブルペン投球を視察。テストの結果は合格となり、ヤクルトが4巡目以降での指名を予定していたんだ。え？でも結果的にはオリックスの2巡目で指名されたのよね。この年のヤクルトは1巡目で東北高校の高井雄平投手の指名が決まっており、マック鈴木投手は2巡目指名もしくは外れ1位を予定していたそうだ。そこに横槍を入れたのがオリックスだったってわけね。高井選手には近鉄も1位で入札したものの、ヤクルトが見事に抽選で高井投手の交渉権を獲得。それを受けて、2巡目指名トップの権利を持っていたオリックスがヤクルトより先にマック鈴木投手を指名したってわけだ。そうまでしてオリックスはマック投手が必要な状況だったの？2巡目の指名トップだったことからもお分かりの通り、2003年のオリックスはリーグ最下位に沈んでいたんだ。優勝した西武とのゲーム差は39も開きがあり、得失点差はリーグワーストのマイナス109。散々な負けっぷりじゃない。チームの弱点となっていたのは得点数リーグワーストの攻撃陣だ。逆に投手陣はチームの強みになっており、失点数547はリーグ2番目に少ない値だったんだ。だったら即戦力の投手を獲得する必要はなかったんじゃないの？プライオリティが高かったのは野手で間違いない。広島の時にも説明したが、これだけ大きく負け越したことを考えれば、たとえ即戦力を獲得できたとして、チーム状況が劇的に上向くことは考えづらい。自由獲得枠で加藤大輔投手の獲得が決定していた状況を考えれば、投手に上位のリソースを割きすぎたように感じるな。ただ編成事情を考えると、投手も決して補強の必要がなかったわけではない。この年のオリックスの先発陣はベテランと外国人投手にイニング消化を頼るところが大きかった。最多投球回数を記録し、防御率 3.61 とまずまずの結果を残したエドヤーナル投手はシーズン終盤に負った故障の影響もあり、オフには退団。さらに規定投球回数をクリアして、防御率2点台だった金田正彦徳でソンは共に33歳で、チームで4番目に投球回数が多かった小倉久志投手は32歳と、主要な先発ローテ投手はいずれもベテランの域に達していたんだ。この年に限ってはリーグ上位クラスの投手陣だったけど、翌年以降も戦力を維持できるかは不透明な状況だったのね。このチャンネルでも紹介してきたが、オリックスは98年に荒垣渚、そして2000年の内海哲也投手と、強豪ドラフト1位投手の交渉権を獲得したものの、入団にこぎつけられないことが相次いだ。その影響もあって、若い先発投手候補が不足していたのね。編成的にはピンポイントな補強とは言えないが、先発投手補強に一定の需要があったことは抑えておきたい。事実よく2003年のオリックス枠でソン、金田、小倉らの主力投手が軒並み成績を下げてしまい、なんと防御率 5.95、927失点、被打率3割6厘というプロ野球ワースト記録を樹立してしまうんだ。前年失点数2位だったチームがわずか1年でこんなに倒壊しちゃうことあるの？マック鈴木投手は主に先発として起用されるが、29試合に登板して防御率 7.06 と散々な結果に終わったんだ。そんな防御率の投手を29試合も登板せざるを得ないほど、他に人材がいなかったわけね。8月1日の大栄戦で先発した際はワンアウトも奪えずに自責点7でノックアウト。
その後は2番手以降の投手も打ち込まれ、チームは1対29という記録的な大敗を喫してしまったんだ。もう何から先に突っ込めばいいのやら。さらにこの年はシーズン中に飲酒運転で警察沙汰を起こしたにもかかわらず、球団が謹慎、出場停止処分を下すことなく事実を公表せずに、そのままマック鈴木投手を一軍で起用したことが世間を騒がせたんだ。グラウンド外でも大炎上しちゃったのね。球団は1億円をかけて契約した以上、起用せざるを得なかったらしい。またマック鈴木投手はドラフトの際に、新人王の資格があることについて聞かれ、プロに入ったばかりの選手の賞なのでと、辞退していたぜ。何も打ち込まれてまで新人王を辞退することないじゃないの。NPB2 年目の2004年もパフォーマンスが上向くことはなく、48回3分の1を投げて防御率 8.57、1勝6敗と振るわず、NPB3 年目は1軍登板の機会すら与えられず、2軍でもわずか28回3分の2を投げただけで、防御率も 7.23 と惨憺たる結果に終わったんだ。結局オフには戦力外通告を受け、オリックス在籍わずか3年で NPB を去ることになったんだ。まさに即戦力外ってやつね。どうしてこんなことになっちゃったのよ。日本球界に適応できなかった、ボールが合わなかったなどの指摘もあるが、個人的には単に加齢によるパフォーマンス低下の影響が大きかっただけな気がしている。オールドルーキーの場合は加入時点で衰えが始まってるケースもあるし、成績回復やパフォーマンス向上を待つ猶予もほとんどないしね。そもそもメジャーで活躍したと言えるのは2000年のみで、それ以外の年は MLB でもリプレイスメントレベルの実績しか残していないしな。事実その後のマック鈴木投手はアメリカのマイナーリーグやメキシコ、ドミニカリーグ、台湾プロ野球に日本の独立リーグを転々とするも、NPB や MLB への復帰は果たせず、2007年には楽天の入団テストを受けるが、テストにグローブを持参せずに他の選手に借りたり、身だしなみが整っていなかったことを野村克也監督に敬遠され、不合格にもなっているぜ。いろいろとお騒がせなタイプの人物だったのね。余談だが、2002年のドラフトでマック鈴木投手を獲得できなかったヤクルトは、その後の3巡目指名で日大の立山翔平投手を指名している。立山投手はヤクルト入団後、6度の2桁勝利を記録し、2008年にはリーグ最高勝率、2009年にはシーズン16勝で最多勝のタイトルを獲得したほどの投手だ。ヤクルトにマック鈴木投手が入団していたらどんな成績だったかはわからないけど、単純な成績比較だとヤクルトが結果的にかなり得してるじゃない。25歳を超えた選手を獲得して大きな戦力になるケースはある。21世紀のプロ野球でも、2003年の大A7 巡目の三瀬浩二、2008年のソフトバンクを猪瀬つただしらが、それぞれ27、26歳でプロ入りしながら新人王を獲得。その他にも日本ハムが獲得した、2004年4巡目のマイケル中村、2005年の大学社会人ドラフト4巡目の武田勝という成功例も有名なところだ。中には超速戦力として活躍し、それなりに息が長かった例もあるのね。そのためオールドルーキーの獲得が決して悪手というわけではない。ただドラフト上位のリソースを割いて、先発投手として期待するのはあまりにもリスキーなドラフト戦略と言わざるを得ない。今紹介してくれた投手たちはいずれもドラフト買い指名で、結果的に先発でも適応できたセッツ投手や武田投手は入団当初は中継ぎ起用されてたもんね。先発というチームの命運を握る重要なポジションを、年齢が30歳に近づいていて、かつ実力が未知数の新人に任せるのはどれほどのリスクがあるか、この動画を見れば明白だろう。夢を諦めずにチャンスをつかもうとする選手を応援したい気持ちはあるけど、獲得する側は本当に上位指名のリソースを割いた分の回収効果があるのか冷静に見極める必要があるわね。今回は中日の逆指名史を振り返っていくぜ。巨人、阪神、ヤクルト、横浜と来て、中日が5球団目ね。中日は逆指名制度をうまく使えてたチームだったの？中日の逆指名の歴史を一言で表すなら、少数精鋭だな。実は中日が逆指名で獲得した選手の数は10名で、これは12球団の中では近鉄に並んで10位タイの数。よく逆指名で苦戦した球団として挙げられる広島の8名と大差ない数字なんだ。同じセリーグの巨人、阪神、横浜と比べると、積極的に逆指名を利用できてたわけではないのね。そうだな。パリーグのダイエーや西武、オリックスが積極的に動いてたこともあり、中日は資金面でも対抗できていなかったようだ。特にダイエーはイケイケドンドンの戦略で、アマチュアの有望選手を次々に獲得してたもんね。逆指名時代の中日とダイエーは朝からぬ因縁があるんだ。1996年のドラフトでは、青山学院大学の井口忠人が超目玉と目されており、シーズン開幕前から井口獲得競争が過熱していたんだ。
井口さんって大学時代からそんなにすごい選手だったの？井口選手は大学1年の秋のリーグ戦で、東都大学リーグ史上2人目の三冠王を獲得。2年時にはリーグ記録となる1シーズン8本塁打、年間12本塁打を放ち、現在でも破られない東都大学通算24本塁打という記録を残してるんだ。東都大学史に残るスラッガーだったのね。余談だが東都大学の通算本塁打のランキングには、2位に日本大学村田修一の20本、4位にアジア大学岩本貴弘の16本、5位でアジア大学松田信弘らが名を連ねている。後にプロで活躍した村田、松田選手たちでも遠く及ばないほど、井口さんは抜けた存在だったんじゃない。それでいてプロでも2度の盗塁王を獲得した脚力に加えて、ポジションは遊撃手。96年のアトランタオリンピックでは同じくドラフトの目玉ショートであった東洋大今岡誠、日本生命福留孝介と共に代表選出されたが、福留をサード、今岡をセカンドに追いやり、井口選手が代表では遊撃のポジションを担ったんだ。後にドラ1で指名されるアマチュア最高峰の遊撃手たちを押しのけて、ショートを任されてたなんて凄すぎるわ。打者としてだけでも十分ドラ1候補なのに、走手でも高い能力を有してたとなると、争奪戦も必死ね。この井口選手獲得にご熱心だったのが、当時の星野仙一監督だ。星野さんのチーム強化戦略はショートの有望株を獲得することから始まるもんね。詳しくは、中日伝説の黄金ドラフト期の動画を見てほしいが、90年代の中日は遊撃手の逸材獲得にご熱心であった。確か荒木正弘、森野正彦、井端弘和、福留孝介を連続で獲得してたのよね。そうだな。その背景には92年から立浪和義がセカンドにコンバートされたことも影響している。高卒1年目で遊撃手のゴールデングラブ賞を獲得した選手が、プロ5年目にはポジションを変更せざるを得なかったのは大きな誤算じゃない。余談だが立浪選手は守備範囲に課題があったとされ、ある研究では遊撃手の守備得点が大幅なマイナスを記録している選手なんだ。落合博満さんも遊撃手時代の立浪選手の守備を見て、厳しいと思ったと回想されてることもあったもんね。話を井口選手に戻すと、星野監督は96年の球団年賀式で、今年のドラフト1位は井口で行くと早々に宣言するほどのご熱心っぷり。11月には球団代表、代表補佐、法本編成部次長、水谷博明スカウトの4名で交渉に乗り出し、来年からのドーム時代に井口くんの存在は必要不可欠、名古屋のドラゴンズを脱皮し、プロ野球のドラゴンズに育っていくにはぜひとも必要だ、と口説いたそうだ。幹部層でリクルーティングを行うほどの誠意で、井口選手に猛アタックしたんだ。一部の報道では井口選手が中日を逆指名するとの噂も流れたが、結局井口選手は大栄を逆指名。これを聞いた星野監督は怒り狂い、全く関係のない周期キャンプ中の選手たちを罰走させたそうなんだ。飛んだとばっちりじゃん。実はこの96年のドラフトで中日は九州共立大の柴原博選手の獲得にも乗り出していた。柴原選手って、ホークスの切り込み隊長として活躍した選手じゃなかったっけ？そうなんだ。柴原選手は福岡県出身で、大学も地元の九州共立大学とバリバリの福岡っ子で、地元のホークス入団を強く希望していたんだ。ただ、96年の大栄は前述の井口選手だけではなく、新日本製鉄機密松中信彦も逆指名で獲得することが決まっていたんだ。とんでもない神がかったドラフトじゃないの。そのため星野監督は柴原選手の2位指名での獲得を強く望んでいたが、柴原選手は大栄がダメなら社会人のローソン公式野球部に入部することを公言したんだ。ローソンって野球部あったのね。もともとは大栄系の企業だったリクルートの公式野球部を1995年にローソンが引き継いだものだな。ガチガチの囲い込みじゃん。さすがにこの状況では指名拒否のリスクが高いと判断し、中日は柴原選手の指名を断念。結局この年は逆指名の枠を一つも使えずに終わったんだ。その後の井口、柴原選手の活躍を考えると、選手を見る目はあっただけに、歯がゆいドラフトとなってしまったのね。罰走を命じたのは許容できないけど、それだけむしゃくしゃするほどの要因があったってのは理解したわ。ただ冒頭にも話した通り、何も逆指名では悪いことばかりではなかった。97年には明治大川上健進、98年は福留、NTT 東海岩瀬ひとき、少し期間は空くが2005年は豊田吉見和樹らを獲得しているんだ。10名中4名が個人タイトルを獲得するほどの超大物選手ばかりじゃないの。数打ち当たれと言わんばかりに、毎年のように複数名逆指名選手を獲得しながらも、全く戦力化できない某球団と比べれば、これはこれでありだったようにも思えるな。逆指名選手は入団時の契約金とか年俸が高騰しがちだから、無理に制度を使わないのも賢明な判断だよね。
実際95年は荒木、96年は森野、99年は朝倉健太など、高卒選手を上位指名して戦力を強化してたりするからな。資金の問題なのか、意中の選手に振られたのか、はたまたお眼鏡にかなう代謝の選手がいなかったのかはわからないけど、いい割り切りができてた時期もあるのね。前置きがかなり長くなったが、ここからは中日が逆指名で獲得するも戦力にならなかった選手たちを個別に紹介していこう。まず一人目に紹介するのは、1993年に逆指名2位で獲得した明治大学の鳥越雄介選手だ。逆指名制度元年に獲得した選手ね。前述の通り、90年代の中日の遊撃手事情は92年に立浪がセカンドにコンバートされ、正遊撃手が不在となっていた。この93年はセカンドからコンバートされた22歳の種田仁が全試合に出場し、2割5分4厘、10本塁打を記録して、初のオールスター選出された年でもある。一応時期ショートのレギュラー候補が誕生した年でもあるのね。ただ、後の種田選手のキャリアからもわかる通り、種田選手は結局二塁手としてキャリアを歩んでいく選手だ。おそらくだけど守備力に難を残していた可能性があるのね。また打撃に関しても30歳以降に開花することになるが、キャリア通算で見るとレギュラーとしては物足りないものになっている。そのことから察するにそもそものポテンシャル自体は待機というわけではなさそうね。名バイプレイヤーではあるが、遊撃手という超重要なポジションを、中長期的に任せるにはやや心もとない選手であったと考えるべきだろう。後の中日が示してる通り、ショートの選手は重複しても他のポジションに移せばいいし、上位指名のリソースを使って遊撃手を獲得してもいい状況だったのね。鳥越選手は学生時代に小久保、井口らと共に日米大学野球選手権の全日本に選ばれるなど、注目度の高い選手であった。身長189センチの大型遊撃手であり、当時の高木森道監督からは長打が打てて守れる2番ショートと期待されたんだ。今でいう巨人の坂本隼人選手みたいな感じをイメージされてたのね。大きな期待を受けた鳥越選手だったが、プロ入り後は打撃で大きく苦戦することになる。1年目は73打席で OPS561、2年目は75打席で505といった具合にだ。仮に守備が良かったとしても、感化できない打力ね。プロ3年目には238打席に立って、打率2割7分6厘、3本塁打、OPS707 とその後のキャリアを含めて自己最高の打撃成績を記録した。ただ当時の中日の本拠地名古屋球場はセリーグの中でも得点が入りやすい球場であり、球場補正も考慮するとギリギリ9打点の成績と言っていいだろう。打てるショートにはなれなかったのね。ただ、鳥越選手は97年224試合に出場し、守備率9割9分7厘という遊撃手の歴代最高記録を樹立。346度の守備機会で、わずか1回の失策という鉄壁ぶりであった。ショートで守備率9割9分7厘ってすごくない？しかしながら鳥越選手もまた立浪選手と同様に、守備範囲に問題を抱えていた可能性も高い。とある調べによると、NPB で2600イニング以上遊撃手を守った115名のうち、鳥越選手の通算守備得点は歴代97位に当たるそうだ。下から数えた方が早いくらいじゃない。もちろんこの記録はベテランになって守備が衰えてからの記録を含む場合と、早々にコンバートされた選手も含むので参考程度だが、それにしても見逃せない数字だ。余談だが中日関連だと立浪選手が110位、宇野勝選手が114位にランクインしている。立浪選手はかなり若い頃の数字だけなのに、それでもかなり下位だったのね。また鳥越選手は97年の11月にプロ野球脱税事件への関与が発覚。裁判で鳥越選手が、世間を騒がせてすいませんでしたと陳述したところ、裁判官から、あなたは脱税という法律違反を犯し、その罪を悔いて反省すべきなのだ。世間を騒がせたから申し訳ないという言葉からは、本当に罪を自覚しているのか。極めて疑問だと言わざるを得ないと、厳しい言葉を投げかけられたそうだ。テレビや SNS で謝罪する人の中にも、謝ってる対象が被害者や関係者じゃなくて、世間に対してのものってのはよくあるよね。川原誠裁判長は、たとえ、鳥越被告が、3割5分等とも関係ない。社会人として、してはならないことを忘れてしまうと、グラウンドで活躍できなくなる、との言葉も添えたそうだ。本業で取り返すなんて言葉を口にする人もいるけど、罪に対する償いと本業とは別物だしね。このことで鳥越選手は執行猶予3年の懲役10月と罰金400万円を言い渡され、NPB からも開幕4週間の出場停止と制裁金100万円の処分を受けたんだ。かなり重い処罰額だったのね。余談だが、この時ショートのポジション争いをしていた種田選手も出場停止3週間と制裁金50万円を課されているな。問題児だらけじゃない。
中日は二人の遊撃手候補が出場停止になったことを受けて、阪神からくじ照吉選手をトレードで獲得。また韓国のイチローと言われたイ・ジョンボム選手も獲得していたため、鳥越選手の復帰後の出場機会は激減。98年のドラフトではアマチュアナンバーワン遊撃手と言われた福留選手を獲得したこともあり、鳥越選手は99年のシーズン途中にトレードで大英に移籍したんだ。中日で主力として活躍したと言えるのは1年だけだったのね。たびたび紹介している通り、90年代の中日は遊撃手の補強に大きなリソースを割き続けることになる。それ自体は悪い戦略ではないが、当然そのように偏った補強を続ければ他のポジションの編成にしわ寄せとなって現れてしまう。星とかスラッガーとか先発投手とか、重要なポジションは他にもあるもんね。結果的には谷重元信、タイロン・ウッズ、和田和弘、中村典弘らが移籍市場に出てきたため、事なきを得るが、編成的には綱渡りの感は否めない。仮に早い段階でショート問題が解決してれば、他のポジションに布石を打てた可能性もあるわけだしね。全体的な育成に遅れが出たという意味では、鳥越選手が獲得時に期待したような活躍をできなかったことは編成面も含めて痛かったと見るべきだろう。翌94年には日本通運名古屋の山田博士を逆指名2位で獲得する。山田投手は岐阜県大垣市出身で、大垣工業高校にも通っており、地元東海の逸材獲得となったわけだ。中日は12球団の中でも特に地域密着意識が強いイメージあるわ。東海圏におけるドラゴンズの存在は得意なものがあるからな。期待を集めた山田投手だったが、プロ入り後2年間は1軍登板機会ゼロ。プロ3年目にようやく1軍で10試合、41イニングを投げて、防御率 3.07、3勝、初完封を記録したんだ。即戦力ではなかったものの、高卒社会人は戦力化するまでに時間がかかるケースもあるから、ギリ許容できる成長曲線って感じかしら？ところがこの山田投手も脱税事件に関与していたことが発覚。執行猶予3年の懲役10月、罰金450万円、出場停止5週間、制裁金70万円の処分が下されたんだ。逆指名選手が2人とも脱税に関わってたの。まあ、逆指名選手ってことは若くして大金を持ってることが明るみになってるわけで、寄ってくる変な奴が大勢いるわけだな。全く同情はできないけど、ハイエナが群がりやすい状況ではあったのね。98年のオフには右肘を手術することになり、そこから登板機会が激減。結局2001年のシーズン途中に、種田選手と共にトレードで横浜へ移籍したんだ。先ほどの鳥越選手も含めて、脱税事件に関与してた選手を粛清してるように思えるわね。この時トレードで獲得した春俊夫選手も、脱税で処分されてるぞ。今のは聞かなかったことにしてちょうだい。山田投手は横浜移籍後も大きな活躍をすることができず、2005年に現役を引退。全く戦力になれなかったわけではないけど、指名順位を考えると9大点には程遠い貢献に終わってしまったのね。余談だが山田投手は現役引退後、中日の打撃投手、マネージャー、監督付き広報、二軍総務などを歴任されている。地元出身の逆指名選手となると、引退後のケアも手厚いのね。アマチュアの有力選手が順位縛りしたり、地元球団を熱望する理由もその辺にあるのかもしれないな。逆指名制度導入後の2年こそ選手の見極めに失敗した感はあるが、中日はその後逆指名選手で戦力強化に成功していく。川上、福留、岩瀬と大ヒットドラフトを連発するもんね。95年に逆指名2位で獲得した門倉健投手も、2度の規定投球回数クリアと2桁勝利を達成。5年目にトレードで移籍したため、在籍期間は4年と短かったが、高い即戦力性を発揮したんだ。その後の大成功ドラフトがあるから物足りなく感じるし、高いリソースを考えれば十分とは言えないけど、トレードのコアチップになったことを考えれば、悪くはないわね。逆指名選手獲得の頻度は高くないものの、大きな成果を得ていた中日だったが、2000年に逆指名2位で獲得した東北福祉大学新井大達也投手は全く成果を上げられずに終わる。全くだったの？ああ。何せ在籍期間はわずか3年だけで、しかも登板機会がないままチームを去っているからな。え、期待の逆指名選手がどうしてそんな短命に終わったの？簡潔に言えば新井大投手は重度の X を患っており、キャッチボールすらままならない状況が続いていたんだ。下手したら故障以上に厄介なやつじゃない。新井大投手は1年目の春季キャンプの時点で投球に異変が生じており、ブルペンでも暴投を連発。投球がバックネットや隣の投球レーンの捕手を直撃するなど、まともな投球がほとんどできなかったんだ。そんな状態で硬球を投げるなんて、言っちゃなんだけど危険すぎるでしょ。新井大投手が投げたボールが捕手のミットどころか壁に直撃し、金属音が鳴り響いたのを聞いた隣の練習場にいたチームメイトが、
多分荒井大がやったなと容易に推測できるほど、チーム内では有名だったそうだ。失礼を承知で言うと、逆にどんな投球をしてたのか見たくなるわね。結局キャンプの中盤で2軍落ちした荒井大投手だったが、全く改善が見られず、入団3年目のオフに退団したんだ。プロでも手に負えないと判断されたのね。そもそもドラフト上位にふさわしい投手だったの？荒井大投手は東北福祉大学時代に仙台六大学野球のリーグ戦で通算10勝無敗を記録。4年春のリーグ戦ではチームを優勝に導き、全日本大学野球選手権で準優勝も経験している。当時のチームメイトで同級生の中には横浜に逆指名で入団した吉見雄二がおり、二人はダブルエースとしてチームを牽引。また他の同期には大学卒業後にヤマハを経由してオリックスに自由獲得枠で入団した加藤達夫もいたが、吉見、荒井大がいたため、加藤投手はほとんど出番がなかったんだ。アマチュア最高峰の左腕が集まっていたチームにおいて、荒井大投手はエース格だったのね。そんな投手が X でほとんど投球できなくなるなんて、プロの世界は怖いわ。余談だが、荒井大投手は厚生学院時代に夏の甲子園青森県予選で、3年連続で決勝戦で敗れていることでも知られる投手だ。なんて不運のエースなの。荒井大投手は関係ないが、後に八戸学院光星に校名を変えた後も、2011年の夏、12年の春、そして同年の夏の甲子園決勝で敗れ、史上初の3期連続甲子園準優勝という珍記録を作ってもいるんだ。高校野球史上最強のシルバーコレクターって感じね。いつか悲願達成してほしいものだわ。余談ついでに、荒井大さんのご子息は二人揃って父と同じ八戸学院光星に進学。なんと兄弟揃って2022年の夏の甲子園に出場し、同じ試合にピッチャーとしてそれぞれ甲子園のマウンドに上がっているんだ。父が果たせなかった甲子園出場を、息子が叶えてくれたのね。特に次男の荒井大弘投手はプロ注目のピッチャーでもあるので、ひょっとしたら父が成し遂げられなかったプロでの活躍も実現してくれるかもしれないな。その後の中日の逆指名師はというと、2004年に JR 九州の樋口辰巳投手を自由枠で獲得しているんだ。なんかすごく期間空いてない？98年に福留と岩瀬、2000年に荒井大、そして2004年に樋口投手と、この間は逆指名枠の利用には消極的だな。その間って、松坂世代の大卒組のドラフトがあっただけに、もったいなく感じるわ。その辺の話をしだすと長くなるが、2000年代前半の中日は高校生をドラフト上位指名する戦略をとっている。この時期のドラフトについては、平成の中日失敗ドラフトでも解説しているので、詳しくはそちらを見ていただきたい。失敗ってもろに言っちゃってるけどね。またこの4年ぶりに逆指名制度を利用して獲得した樋口投手も、登板機会がなくわずか3年で退団しているんだ。樋口投手については、一瞬で消えたオールドルーキーたちでも解説したよね。超速戦力を見込んだ29歳のオールドルーキーが怪我に悩まされて、一軍登板ゼロで退団するっていう、前代未聞の結果になったんだっけ？そうだな。しかも当時のスカウト部長が横浜高校の涌井秀明投手の獲得を強く推していたにもかかわらず、それを振り切って即戦力ドラフトを敢行しての結果だからな。荒井大、樋口投手の両投手は登板なく、先行投手の高校生ドラフト上位組も戦力にならないって、なかなかに暗黒ドラフトが続いてるわね。そのしわ寄せは2010年代の戦力低下につながっていくわけだが、それはまた別の機会にお話ししよう。中日の逆指名師の話を続けると、2005年に希望枠で獲得した吉見投手は、入団後間もなくエースと呼ぶにふさわしい活躍でチームを牽引。落合ドラゴンズ黄金期の後半は間違いなく吉見投手が中心だったもんね。川上投手から受けたエースのバトンをしっかり繋いでくれたからな。そして逆指名制度最終年となった2006年のドラフトでは、希望枠で東洋大の田中大輔捕手を獲得したんだ。谷重捕手の後継者候補を獲得したってわけね。ご名答。当時の中日の捕手事情はというと、正捕手の谷重選手はすでに36歳に達しており、いつ成績が大幅に悪化してもおかしくない状況であった。またバックアップは小田康平が務めていたが、打力に乏しく、また年齢が29歳であったため、次期正捕手候補としては見込みづらい。2001年のドラフト1巡目の前田明宏選手は伸び悩みで、同年3巡目の田上秀則選手はすでに戦力外になっており、次世代の正捕手候補が不在だったんだ。黄金時代真っ盛りだったけど、実は暗黒時代も隣り合わせの状況だったのね。それゆえにこのタイミングで田中選手を獲得したことは、どういったタイプの選手を指名するかという意味では適切だったようにも思える。
ちなみにこの年の高校生ドラフト3巡目では、高校屈指の強打の捕手と言われた横浜高校の福田信正選手も獲得しているぞ。捕手に多くのリソースを割いた年だったのね。正捕手候補として期待された田中選手だったが、プロの壁にぶつかることになる。最多出場は2008年の17試合。入団後8年間で通算56試合のみの出場にとどまり、2014年オフには中日を退団しているんだ。そもそも全然出番をもらえてないじゃない。オリックス移籍後も2年連続で1軍出場1試合のみに終わり、現役を引退している。通算89打席で、打率1割7分7厘、OPS495 からもわかる通り、打撃に弱点を抱えている選手であった。実は東洋大学時代も、一度もリーグ戦で打撃充血に入ったことはなく、アマチュア時代ですらあまり打撃を得意としていなかったんだ。いくら星とはいえ、一定以上の打力を持ってないと使いづらいもんね。ご存知の方も多いだろうが、谷繁選手が力を落としてからのドラゴンズは捕手の人材難に悩まされるようになる。2020年代になって木下拓也選手が台頭するまでの間、長らく正捕手不在の期間が続いたもんね。もちろん田中選手だけの問題ではないが、捕手の世代交代が失敗した一因となったことには違いない。また補足するとこのドラフト以降、中日は2013年に3位で桂井より捕手を獲得するまで、3位以上で捕手を指名していないんだ。田中、福田選手に捕手の未来を託したから、その後はリソースを割かなかったのか。捕手の場合はどうしてもチーム内で出場機会を分け合うことが難しく、一度正捕手候補を獲得すると、なかなか次の捕手を指名しづらくなってしまう。それだけに捕手の上位指名選手を獲得する際は、事前のポテンシャルの見極めが重要になるわけね。2000年代前半から中盤までに捕手に大きなリソースを割きながら、誰一人一軍の戦力にできなかったのは非常に痛かったわけだ。